再開されましたからね。わしやからマフィアカジノです。あ、それか。わしやから中村雄一です。ちゃんとやるんだね。わ、岡井ブクです。お前、お前、なんか、素人か、お前。やりたがらないんだよ、作家が。なんか YouTube のそのノリがちょっと恥ずかしいみたいな人もいるんじゃないですか。でも、俺らが作ったんじゃないんだよ。そうなの、ブクブってやったら考えたんですよ、うん、考えたんだから責任自分で作ったのをやりたくないじゃないですか。おい作ったやつすらやりたくないものをやらされてる側の身にもなってくれよ。あと巻き込まれてる俺の気持ちにもなってくれ。定期的にこういうあのお誘いの電話が勝手に来ると思うからね。もしこれあの声優さん聞いてたら、まあ比較的あのそういうのに対してのなんだ反応速度は速い方だからまあいいですよ。ただやっぱりそのなんか事務所さんの問題とかもあるんで、あの大手の事務所さんの人には絶対書けないんで大丈夫です。そうね。幸い今のところ中丸と俺が同じ事務所ってのがね、まだ救いようがあるよね。身内か、うん、なんか大丈夫だろうっていう。そうね。シグマセブンいける。シグマセブンいける。いや違う、俺が特殊。そのシグマセブンがいけるっていう大きな括りにすると大変なんだよ。その水木奈々とかも、まあ、久保田ひとしさん久保田さんもいるからね。そう、久保田さん、ジョーンズ大陸の方、久保田さんはひょっとしたらちょっとお願いしたらワンちゃんいけるかもしれないけど、いける。釣りが好きだから釣りのゲームとかだったらやってくれるかもしれない。スーパーバスフィッシングか、釣りのゲーム。あー、スイッチで面白いのありますよ、4人でできる。スイッチであるの、そうなんだ。バス釣りのやつ。そう、バス釣りのやつ。なんか変なルアーみたいについてるやつですよね。川のバス釣りやりますか。だったら昔の釣りコン買って渡してこれやりましょうっていう。もしくはもうあの久保田さんに海原川瀬をずっとやってもらおう。釣りじゃねえんだよ、あれ。釣りゲーじゃねえんだよ、別に。あれはルアー持ってるだけなんだよ。この間、そら、あの、悪魔女やった時に、岡山さんが、リモートで参加してくれたじゃないですか。参加してない。勝手なこと言う。お前嘘を。デバを流すな。あれ、声がオッキーさんのだけでしょ。いやいや、あのね、なんかオッキーさんが見てくれてたみたいで。うん、そうなんだ。そう、あの、反応してくれて、いろいろ、あの、俺らが、あの、なんかゲーム内のね、うん、あるアイテムを、これ塩じゃねえの、うん、清めの塩だよって言ってたら、オッキーさんがちゃんとそれを、アルカードの声風でテキストを打ってくれたっていう。塩だよじゃなかった、うん、違う、そっちじゃない。普段のオッキーじゃない。おはよう、岡丸くん。それ普段のオッキーだから、そっちじゃない。もうかっこいいほどオッキー。既成事実って大事、既成事実。そう大事、ね、リモートで参加してください。いや、さすがですよね、現代ですね、リモート。いや、そうだから、まあいろんな方法はねあるなと思いますけども、じゃあ、うん、そろそろやっていこうかなと思うんだけど、なんかもう、はい、悪魔城をやる段階でもうお気合いさん待ちしてんじゃん、もうお前ら。俺を出したり消したりすんな。これその安本さんの画像を、うん、あのブクちゃんの頭の上に重ねることってできます？移動させんの。これをブクちゃんの顔にお目みたいにかぶせられますよ。ああ、かぶせちゃうの？ブクちゃん消えちゃうの？なんでかぶせようとするの？抹消するな、俺を。いやー、これ、遊びがいがあるよね。なんだから。いいね。気持ち悪い。こういう遊び方いい。ゆっくり移動。スクリーンセーバーやん。そう。スクリーンセーバー、懐かしいスクリーンセーバー。こういうやつでしょ、スクリーンセーバー。こういうやつ、そういう動きするやつ、昔やつ。Windows マークとか動くやつ。そう。フライングかなんかってやつだよね。こういうやつ。ああ、いいな。いやいや、もうこれいいよ、もうこれは。14,000人しか見てないんだが。6,000人もだからもう愛想尽かしたんで、6,000人。6,000人なんか結構今日裏がかぶってるってね、話だから。裏はなんかライブとかやってるんですよね。そのキングスーパーライブ、
まあ、そこは全然競合じゃないと思うからいいんだけど、まあ、若干ブクちゃんが競合してるかなってくらいさ。そうだ。いや俺は別にいやいやもう ポプテピピック返せキングって言えば大丈夫。いやもうなんかあれなんどうなろうが知ったことじゃないやめなさいやめなさい乱暴なことを言うじゃありません。加藤エミリーがそうか裏でなんかやってんだ FF、FF11 をねやってるらしいよ最近。マジかよ。え11を、うん、そう。そっち乱入します。まあある種ありだよね。一緒にやろうよって言って、みんなでなだれ込むんですか。FF11 やろうよって言ってやる方法もまああるね。まあ、外国人優しい人だから怒んないだろうけどね。うん、怒んないだろうけど陰で何言われるか分かんないが怖いね。あと一応言うけど、何のタグがついてんだっけこの番組は。悪魔城ついてる。そうやれよ。悪魔城の画面出しますよじゃあ。はい。俺は取り残すんじゃねえよ。それちょっとまあ、遊びが始まると思った。あかこれいいね。いいっすねこれ。こんなゆるキャラじゃねえだな。これいいな、やっぱりなんか遊びがいがあるな。ヤズモさんの顔で画面一部を隠す縛りプレイ。おたんびなキャラなはずなんだよアルカード。いやこれはいいわ。オキアイさんの声いいだろこいつから。あと俺のステータスを晒すんじゃねえじゃん。レベル14なんですね。安本防御力めっちゃ低いじゃんと思われて。まだ始めたてだからねこれね。いやじゃあちょっとやっていこっかなと思いますけども 100% 邪魔だぞ俺の顔。ほんと消しとけよ。なんで寄せるんすか。小さくすんだよ。いやいやちっちゃくすんなよ。その位置確かに邪魔になんないだろうけど。ほらさっきも言ったようにそのゲストが来てますよってことを、ああなるほど、あれなの桜井さんの時のやっぱそこは反省点で、そのゲストさんが現状途中から見た人がね、誰の声だろうっていうのがやっぱ分からないだって、うん、こんな醜いフォントで置く。文字ざらついてんすよめちゃめちゃ。ここからやるからちゃんと。ガー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 うるさいな。もうやるがなそこは。ちょっと待ってよ。ああ覚えてる覚えてる。であめっちゃ見やすい。そうでしょ中村さん、もうどうぞお勉強ちゃんとして立派な配信者ですね。もうええー、本当ですよ。リアルタイムでこうやって、あ見づら見づら思ったより いらない説まであるよ。いらないから。いやでもまあ前回は桜井さんのことを最後まで声優の桜井さんと勘違いした人いたからな。あでもそういう場合もあるから。そう、うん、やっぱりあんまり安本って人世の中にいないから大丈夫だと思うよ。確かに。うん、ちょっとそこはねやっぱりちゃんとやっていかないといけないのよこっちも。もう安本だってエビ中ぐらいにしかといねえもん。あでもエビ中の安本さんと勘違いされるかもしれないじゃん。嘘だろ。可愛らしい女の子だぜ僕。これでいいかな。ゲスト安本。呼び捨てなんだっていうね、うん、まあしょうがないよ。後々アーカイブに残った時にこういうのがありがたかったりするんですよね。そう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 、うん、配信のノリについてこれなかったりする。そうそうそう、大事大事、ね、途中から来る人もたくさんいるし。お徐々に視聴者数が回復しだしてるな。1万7000人か、うん、あと3000人。意外にそういうの気にすんだね。いやね、数字として出されるとすっげえ気になりません。なんか、うん、まあ懐かしい。出た。え、こんなビビッドなマントだったっけ。これはね、装備品でちゃんと変わるのよ。そうなんですよ。ああ、そうだったっけ。だから今、このエルフのローブが、まあ、こういう色合いっていう。いや、懐かしい。かなり忘れてんぞ、俺。いや、これ、ね、どこまでやりましたっけ、これ。これ、え、なんか、最初のボス倒したとか、そんなんじゃないの。ベリガンとギャイボン。ベリガンとギャイボンじゃねえか。ベリガンとギャイボン。あ、ギャイボンは。あ、ごめん、これやばい。俺ね、最近あれやってんだよ、その。んあれ五十嵐さんの新しいやつ。ああブラッド、ブラッドステインドをやってんだけどさ、はいはい、そっちの操作に慣れすぎてて、はい、ちょっと間違うね、うん、ああ二段ジャンプねえのか、
そうか。すぐ慣れますね。スライディングもね、長押しでふわっと飛ぶしかない、確か。こうだよね。あ、ほんとだ。ふわっと飛ぶ。ああ。この剣から滴ってる血ってダメージあるんですか？そんなイカレスシステム。あ、塩が。塩まかないで、塩まかないで。これ強い。で塩でズタズタになるんだよ。え？なんか難しいな、これ。まあ、中村さん、ちょっとブラッドの方やりすぎじゃないですか。めっちゃやってんだよ。うん。これな、こんな石って、チェーン切ったら落ちるやつ？いや、これは違うと思うな。うん、こっからどこに進むか覚えてない。前、上の方、マップの上の方にある、なんか、犬になってピョンピョンって行く、クソ難しいところで。あったな、そんなの。なんか止まっちゃいましたよね、あそこで。これ、あれだっけ、これ逆さまになったりするのもあるやつだっけ、これ。逆さはあるね、後半だね。ね、なんかそうだよね、なんかマップ 100% にしたりとかやってたな、これ。これ、悪魔城何？月下の野草局。ああ、なるほど、そうか。一番やったやつだ。もういまあ、俺の中ではやっぱ一番面白い、これが。うん、月下は一番やったよ。うん、だからこれ、中村さんが配信して、俺初めて見たんですけど、うん、すっげえ面白いなって、俺も思いましたよ、俺。プレステだよね、確かに、うん。うわ、バックダッシュのボタンも違うじゃん。知らねえよ。ブラッドの方の仕様がだいぶ違うんですね。そう。ちょっと今週からブラッドスイングに変えていい？いや、ダメじゃないですか。急に。宣言したでしょ、悪魔城ドラクラやっていきますよってシリーズ化して。言ったわ。そうなの？自分で、うん、聞かれてもないのに言ったわ、自分で。そう。これをやっていきたいんだよ、って。確かに言ったな。困ったな。なんか最強武器を手に入れるまでやるって宣言してます。バルワンウェイ？うん。バルワンウェイ。あったな、そんなのも。そう。豆に成分も済んだね、ちゃんとね。あのね、本当にやり直しするとき心折れるから。うん、まあ、なので、ちょっとコメントでも見ながらヒントあったら言ってよ。俺、あのコメント表示してないから、今日。あれ、ブラッドステインドって安本さん出演してるんですか？出てる。ああ、なんかなん、ね、普通にゲーム遊んでると、なんだかよくわかんないやつが出てるよ。よくわかんないです。俺とか小清水がいるんじゃないですか。小清水が主役だね。確かそうだよ、ね。結構前に撮ったからな、あれ。だいぶ前だよ。そうだよね。多分そうだと思うわ。すっげえ前で収録したの。何年単位の前で。発売はいつぐらいなんですか？発売は去年。あの伸びたんだよね。ああ、なるほど。そうそうそう。なるほど。あったな、こういう隠し部屋とか。そう。そうなんです。前回視聴者からのコメントで初めて気づいた隠しエリアがあって、うんうん、びっくりしましたよね、あれ。ああ、そうね、いろいろ教えてもらったりしてね。あのエレベーターで待ってると降りるってやつ。はいはいはい、なんかいろいろあったね。なんか昔は暗記してたけどな、ずっとやってる時。最初完全に嘘テク扱いしてました、ね。そんなわけねえだろう。このゲームとにかく隠し多いからね、うん。そうね、よくできたゲームだったよ。ね。そういうこと攻略なしで不可能だったもんな。うん、あ、このエリアの下の方にも隠しエリアあるみたいですよ。このエリアってどういうこと？あ、床にあるって。うん、床？なんどこに下にあるって。中村床って。床？あのひび割れあるんじゃない？さっき通ったステージじゃないですか。さっきのコメントだと思うんで、この画面じゃなくて。先のマップか。もういいよじゃん。長村すれちゃうからな。なんだろうな、意味はなんかね、たまに言われるんですよ、コメントにもあったんですけど、なんかマイク通すと、安本さんと俺の声がたまに区別つかなくなるみたいな。じゃあ一緒でいいよ、一緒でいいじゃあ同じもんだよって。いい加減だ。マイクの特性として知ったんですけど、低音に弱いらしいんですよね、マイクって。低音は ね、多分、あれなんだよ、あの、アンプをちゃんとつけないと低音ってはっきり取らないんだけど。そう。なるほど。昔、一応俺はインターフェースつないで、今、あの、ちゃんとしたマイクでやってるけどね。うん。多分音質すごいいいですよ。まあ、大体、カズダ君と俺似たようなもんだからいいよ、一緒で。髪があるかないかだから、もう。
そんな似てないと思うんですけどね。声自体は全く似てない。大きいし、ヒゲ生えてるし、大体一緒だよ。ね、これね、あの、昔、レディオ4ゲーマーやるときに、実は、あの、相方の候補に安本さんが上がったことがあって、でも、それ、あの、確かラジオ局の人に、似たようなもんですよ。梶田さんと仲間、あの、梶田さんと安本さんの声が似ちゃってるんで、みたいな、わけのわからん理由で、ボツにしてた。でも当たってぬんだ、じゃあ。マイク通すとそうなるってこと、プロの人は知ってるんだよね。低音同士は、なんかこう。なるほど。まあ、まあ、ちゃんとしたやつだったらあれだけど、ラジオみたいな媒体だと分かりにくくなるのかもね。音質が落ちるから。かもしれないですね。いや、安本さんとやっときゃよかったなって。え？なんで？いや、ほら、シコは、なんで？なんで？安本さんだって何がどうなるか分かんないんだから。悲しいぐらい何もねえけどな。お前自粛期間中俺6日間一歩も家から出なかったからすごい引きこもりが得意だよ。あのスタートの方のやつでしょ、自粛の。スタート、緊急事態宣言出てすぐってやっぱり一気に止まったもんね。だから、しばらくしたらちょこちょこリモートであったで。うちは備蓄もあるし、別に食べ物困んなかったから、ほんと6日間一歩も家から出なかった。あ体おかしくなんなかった、俺にはリングフィットアドベンチャーがあった。おかしくしそうだよ、逆に。リングフィットアドベンチャーやって、あとはなんか、階段上り下り運動とかしてて。踏み台昇降だ。そうそうそう。もうシコ早く回復してほしいよね。喉もやっちゃったから、体ね、今年厄年だわ、本当。まあ、でもなんか、まあ、手術したらすぐ回復するらしいんで、それは不幸中の幸いでしたよね。なんか喋ることにはあんまり影響ない。今日なんか連絡来てたけど、喋ることにはそこまで影響ないって言ってた。なるほど。歌うことを考えるとちょっと大変だから、ちゃんと直しますって言ってたよ。3かかりますもんね。やっと医者にこのまま喋り続けてたら声なくなりますよって言われたらしい。いててて当たり判断あるなんやねんこいつ。これしっかり無数演算してるな。中村もう塩大好きじゃん。いやマジで強いんですよこのゲーム。塩はね、まあ、そうそうそう、置き塩が強いのよ。塩は確かに強い。持続ダメージがえげつない。また転がってきますよこれ。シコがうまくかぶらない。あ、もう届かないじゃん。このちゃんと塩かけて。おお、すげえ。転がってこない。ちょっと敵多いな。自分に塩が。敵多いな。こうやってみるとなんかやっぱ念のため塩って装備しておきたいよね、人として。どうして？完全敵来る。これ絶対、あ、すげえよかった。まだこれ、直川さん、今、縛りプレイ思いついたんですけど、なんで ?HP ゲージを安本さんの顔で隠すと、いやー、それ、本当に良くないことが起きるって。ハラハラしません。安本さんに怒りを湧くと思うよ。やってくれよ。争い事だけにはもうほんと避けて生きていきたい。これなんかボス的なあれがいる。あ、ボスっぽい。うん。剣じゃない。あ、なにこれ、伝説の剣。どうしよう。ロト。ああ怒っちゃった。いいだろ。おお、全身これ狂気。怖い。あれどうやってダメージ与えるんだ俺。頑張って殴る。剣壊せんだ。意外に簡単に間引かれていくな。いやでも相手ほら中が本体だから、これ周りじゃなくて、うん、そうね、周りを剥がないといけないね、これ。でもこの子倒した仲間になるんでしょ。マジで。あ、でもそんなだったよね。だ、使い魔じゃないっけこれ。違ったかな。この剣仲間になると超熱くない。パペットソードって言うんだ。へー、あれならねえじゃん。仲間にならないですね。嘘テクやめてくれません。お前ら。また中村さんがわざとブチャラティになっちゃうこれ。なんだよそれ。わざとブチャラティ。いいっす。やべ、いいのに。ナイトシールド。うん、ちょっと違う、ね。嘘だろな。数値がほんのちょっとしか違わない。なんだろう、レザーの方が強くないですか。いや、一応、
一応防御力1だけ違う、どうしよう、これ行き止まりなんですけどそこのスイッチ、そこのスイッチ、向こうから来るしかなかったのかな、そこのスイッチを誰か、スイッチ押せるわけないでしょそうすり抜けてスイッチ押せるわけないでしょあいつまたいない、これ復活してるこいつ復活するんだ、無視していけないですか、いや無視した方がいいよね、うん、HP やばいっすよこれ、こっちじゃなかったっぽいね、道ね、ここから降りる、俺マップまだ行ってないとこあんのかな、うん、上行けるようですね、あのさっきの部分から上に行けるみたいですよ、えここジャンプ足りないのに、どうやって登るんですかねこれ、俺あれだからね、まだハイジャンプとかないよ、あ、なんかキュイーンってやつあったね、ハイジャンプ。溜めて、バーンっていくやつとかね、うん。あ、剣の部屋ですって、さっきのパペットソードの。もう一回結局倒さなきゃいけないじゃん。ここ、登れるんだ。あ、なるほど。登れる。あ、登れるんだ、これ。ああ。背景と同化してた。なるほど。ってことは同じものが向こうにもあるってことだろうね。これは。中丸くん？いや、あるある。よし。ああ、いけた。いいじゃん。よし。ゴーグルをもらったね。ゴーグル、ゴーグル、何それ、なんだろう、あ、違う違う、あ、なんか一応つけとこう、あ、何も変わんねえよ俺、これ売るためのアイテムですね、玉か、あったあった、お、あー弱くなるね、防御は上がるけど、説明おかしくないですか、心理的余裕を作るよヴァンパイアがゴーグルで心理的余裕を作るって何ですか結構気が弱いんだあの人みたいなこれでもう死んだね、えよし、じゃあ消しのこれの向こう側ってことですよ、えぇ、ー、おぉバックステップ、これ登りましょうか、一回キャンセル、一回キャンセル、なるほど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 、あっ、賢い、いや、もう頭脳プレイよ、さすが旧世代のゲーマーはこういうとこ賢いんだよな、小ずるい感じのねなんかちょっと言い方今のなんだこの部屋、なんか意味深で嫌なんだけど、お、なんだこれ、教会、これあれや、懺悔する、懺悔する、懺悔できんのこれ、おーおお、大大こいつ来た、こんにちは、イエイイエイイエイ、ギエッ、ひでえ、なんだこいつこいついないし、え、なにあ、来た来た、大丈夫かな、大丈夫かな、これ大丈夫かな、開いてます、許してあげよう、許してあげよう、懺悔す、こっちが懺悔、許すか、え、あ、うん、ありがとう、ありがとう、大丈夫、今なんもないんかい、もう一回座ってみたら、はい、反対側にもう一回座ってみたら、え、もう一回いや、ないでしょ、なんかこれパターン、いろいろパターンがあるんですって、あ、そうなんだ、部屋出直して入り直したら出るんじゃない、なんかランダムギミックでアイテムが出ることもあるって、ああそうなんだ、あ、青い神父だとワインくれるって、ほんと、あ、なんか喋ってる、喋ってる、あ、アーメンしてくれたからアイテムだ、くれない、なんでだよ、あと悪魔城でアーメンっておかしいだろ、あ、座り方が違う、この女は何なの、あと、ラーメンって書いてある。ラーメンをくれるやつだ。ラーメン、アーメンでラーメンくる、しょうもない、や、結構ね、あるのよ、この時の、コナミギャグが。わざっぷ案件って書いてある。いつまでも湧いてる。ワインはね、確率だって何回か試さないとダメだって。よし、もう一回やりましょう。ワイン、こうなったら徹底的にもらいましょう。こっち側ってこと？そうそう。シャッてしまったら逃げるよね。わしゃべってる。そうね。またアーメンだね。アーメンはダメってことでしょ？アーメンはダメ。あ、ワンちゃん、ワンちゃんになったらどう変わるかないよ。今の人が確率で、あのワイン。あ、こいつが危ない。こいつ危ない。これ逆側行って殴りましょう。おお、おお、壊せる。これ、なるほどね、これ試行回数どれくらい？あ、倒せ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 も。倒せない。これ生でやることじゃないよね多分ね
ワイン、青だ、青い青い青い、ワイン厳選。ワインの低確率らしいよ。低確率。へぇ、あの、ワインが目立ったら何が起きるんだ。ご機嫌になるんじゃない、酔って。ライフ回復とかじゃないの。まあ回復だろう、ね。売るものかもしれない。ひょっとしたら。あ、回復だとしたらちょっと欲しい、ね。ヴィンテージワイン的な。そうそうそう。ワイン出ないね。もういいか。ワイン出ないなぁ。ねぇ。本当になんか、下っただけみたいな。うん、ね。最初ひどかったな。うん、ブチ切れてたもんだろう。まあ、まんまとみたいな。ちょ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。なんだこいつ、ちょっとあの、ロックのやつにやられる。やばい。お肉食べよう。リミットみたいな動き。くそー。うまい肉。あ、うまい肉、たくさん。でもこれ、アイテムどうやって使うんだ、これ。装備してるから、消費アイテムとして使うってことですよね。あ、そうやって使うの？なるほど。なるほど。これで近づく？かっこいいお前。ブーメランのチケット。なんか結構コメントでソウルスティールをおすすめしてくる人がいるんですけど、ソウルスティールってそんな使える技でした？ソウルスティールは、お茶、これじゃないや。なんだっけ、ソウルスティール。あ、体力奪えるか回復できるっていうことですね。なるほどね。MP50 もほうほうほう。あったな。うん。50消費。立て立て。ナイス。おお。どういうことだ？なるほど。賢い。ちょっと待って待って待って。ああ、盾が！いや、大丈夫だよ。盾が消えないから。盾の間を縫ってくるんだよな。それはもう、こいつの盾の持ち方が悪いからね。あ、そうなんだ。さっきの剣とか、ソウルスチール画面外から使えば、ノーダメで倒せるみたいな。あー、なるほど。なるほどね。そういうことか。あ、何あれ？あ、押さえてんだ、あの人が。あー。だ向こう側からのショートカットコースだ、これ。なんかそんなゲームだったね。ひたすらなんか進むしかなかったもんね。そうそう。試行錯誤してね。うん。これ P？ え、これは何でやってるの？お、誰誰誰誰？フライングスクリーン。これは中村さん、うん、PS4 版ですよね、これ確か。そう。なるほどね。PS4 にね、出てる。ちょっと待ってくれよ、おい。もうスマホでも出てるんですよね。なんか、あの、サタン版とかがね、結構おまけが多くていいんでね。うん、ああ、なんかサタン版も一回やったな、昔。ここしんどいっすよ。ちょ。おらしゃ、おらまら。絶妙すり抜けてる。あ、潮が。空中で潮が。ていうか、これこっち側からこう行く。うわぁちょっと待って、これ。よく考えられたゲームだよ。ねぇ。カーって。あ、いいぞ。いいぞ。いいぞ。どう？なんかマップ 100% にするのすげえ大変だったもんな。ソードダンサー。100パンすると何かあったよね、確かね。すげえ頑張った記憶があるわ。お、慎重、慎重に。無限巻きじゃねえか、これ。これ無限巻きない。ちょっと、あれのやり方忘れちゃった。後ろ前半回転で戻しね。難しくないですね。だから、逆覇王昇降拳だ。そういうことか。はい、くつえ。ほぼ完全に人戻ってきたんじゃないですか、今、視聴者に。ほんとだ。ほんと。みんな偉い。相手が武器を持っている以上、覇王昇降拳を使わざるを得ないから。使わざるを得ない。覇王昇降拳を使わざるを得ない。あれ、あいつノーヘルでバイク乗ってんだよな。ドゥン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 って言いながらね。ユリとか言ってるけど。中村さんとか安本さんの時代はバイクノーヘルで OK だった。全然ダメです。全然ノーだよ。そんな時代は。そんな時代はないよ。そうなんだ。オーラーとかそういうことで片付けられないでしょ。そうだったんだ。あ、シルバーチェストなんだよ。まあ、ハワイとかノーヘルっすよね。アメリカはそもそも個人の自由に任されてるでしょ。うん。
いいよね、ノンヘルで乗れるって。つけるけど。まあ、こけたら死ぬ覚悟があるからな。そう。回復。やったー。80年代原付はノンヘルで OK だったって。そうなんだ。覚えたらいいや。原付もね、あの、速度、ちゃんと、30キロ以下で確実に走ってくれるんだったらノーヘルでいいと思うけど、うん、絶対飛ばすもんね、絶対飛ばしてる。そう、なんなら俺ハーレーで原付に負けてるからね、スピード。ノーヘルは飛ばさない。結構中村さん、このご機嫌図はどうするんですか？そこはですね、完全に違う状態でいけってやつですね。あのコウモリになれる、コウモリになんないといけないやつね。あったね、まあ、見ると思い出すな、これ。いや、まだ生きてた。こいつ強いね。ネメシス結構強い。そう、なんかこいつの暗いポーズが、スーパーブドウデンの、スーパーブドウデンの超ファイヤ伝説の、なんか、バトルシーンをホーストパスマット。やられたぞ。トゥー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 のやつでしょ。4番、もう覚えてんな。いや、あの曲ね、なんか残るんだよね。てててててちょっと ご機嫌なんだよね。歌うな歌うな。YouTube の権利者表記に引っかかるから。大丈夫。あの曲はそんなないと思う。大丈夫。ちょこいつずるいわ。リーチ長えな。さっきのトゲトゲのとこってなんかスパイクアーマーとかいうアイテムないとダメっぽいです。ああ、そうなんだ。トゲを完全に防ぐから。当然ないですね。途中からだってこれクリアっていうよりも 100% にするのが楽しいゲームだったからな。やり込みがね、クリアだけするんだったらそこまで苦じゃなかったと思うし、逆さまモードとかも楽しかったんだよね。みんなサイヤ伝説やってほしがってるけど、あれめちゃめちゃ普通にやると大変だよ。いやいやいや、普通にだったらもう心が持たんよ。エンカウントリス高いしあれ。そう、バグ使ってガンガン飛ばしていいんだったら楽だけど。あれでしょ、ピッコロ増やしたりするやつでしょ。そう、ピッコロ増やしたり、あのご飯を何回もお皿にしたりとかするやつ。普通には無理だ。拾った聖書ってあれ、正解そんな長いですもんね、あれ。いや、ここも行かないでも。やっぱ、アクバージョンは月下と X は面白かったね。うん。これ、月下だ。ね、ああ、ボスだ。あら？セーブポイントなかったね。セーブした方が、でもセーブポイントどこにあるんだ？どうしよう。行くしかないでしょ、名前さん。配信者的にはこれ行くしかないでしょ。ほんと？初見クリアするよ、初見クリア。なんか持ってるアイテムチェックしましょう。特に、うん、何も起きます。売却か。行くか。精神的ゴーグルで精神的安定取んなくて大丈夫？取ってる取ってる。ついてる。一応塩があれば大丈夫って10代美少女が言ってますけれども。こいつ飛ぶんじゃないの？絶対塩じゃねえじゃん。ここか。塩じゃねえ。塩じゃない。あれ？おひじょおひじょ強くなくない？こうパターンが楽そう。うん、おーおおおいいね。塩投げつつモーニングスターでな、グール。あれ、こいつ攻撃力低くないですか？攻撃低い。楽勝でしょこれ。ちょ。塩虫。あれ。塩が炎を吐いてる間無敵かな、あれ。挟まってない。ああ。おお。着地点を予想して塩を置いとくっていう。あ、ちょっと待って、もうコマンドを忘れる。なら後ろ前から行って前戻しね。ひな。出ないんだけど。塩なんだよな。ちょっと待ってくださいよ。あれ、森島さん。ちょっと。ペチッ。
殴った方がいいんじゃねえの。なんか俺もそんな気がする。普通に殴った方が絶対早い気がする。ダメージ割と通るし。ダメージはこれ塩じゃねえな。殴った方がいいな。うん、こいつは塩じゃねえぞ。ちょっとワザプビ少女でしたね。ワザプビ少女。血をめたがれてるからな、飛行持ちは。あ、倒した。あ、レベルアップ。普通に倒せる。余裕やん。うん。あ、2レベルアップした。あ、マリア。すごい腕前。エッチな声だな。逆にこのマリアがいつもシャシャッと出てくるのが逆に不安になるよね。お前がまさかっていう。でもまあマリア性的だったよね。デザインもいいし。絶対領域が。階層がちょっとギャグっぽいよ。ファミコンの絵で階層するっていうのがいいよ。ファミコンのやつになってる。いいだろ。優しい。ハンが優しいのね。言ってる。それじゃ。よろしく。逆にマリアも一人でサカサカここら辺にこんな高い位置まで来れてるのが怖いよ、ね、もうあいつ最強キャラだからしょうがない。使えるんでしたっけ。マリア一応使える。使える使える。名前をねそもそもマリアにすると最初から使えるよ。そうなんだ。覚えてね。結構セーブファイルの裏技がいっぱいあるから。これストーリー上はアーカードになってるんですか。いやマリア、ストーリーもマリアになる。だから、あのアルカードで出てくるその、うん、あるこいつと因縁があるだけのやつは出てこなくなる。マリアの。マジだか。ああ、すげえな。もう覚えてねえや。そうだったっけか。うん。とんでもない凝ったゲーム作ってたんですね。いや、凝ってるね。すげえ凝ってるけど。だって20年以上前だよな。いや、全然前だと。プレスの1だからね。まあ、俺開発期間どんくらいかかったんだろう。なんか剣があるカトラス。カトラス。今の武器より強いかな。モーニングスターが当てやすいんだよね。下まで殴るから。ええ、うん。ああ、それなりの威力だね。そんな強くない、うん。でもこのソードだから当てやすい、リーチとか含め当てやすいって感じなんだけど、足元に隙が出るからモーニングスターの方が実は殴りやすい。23年前、マジかよ。部屋かセーブだ。やっとできたね。ボスの後にセーブっておかしいよね。逆なのかな。こっちから来るんだったのかな。武器ごとにコマンド技ってのがあるんですか。あるある。じゃあこのカトラスにも武器技があるのかな。あったり あったりなかったりだからどうなんだろう。だいたい波動拳コマンドとかであったりするけど。そうなんですね、うん。出た。アトラスにはコマンド技がない。なるほど。ないんだ。おお、ちょ、誰かわいい。なんか乗ってた。まあ、ジュゲム的なやつ。森に飲み男が乗ってた。そうだよ、ね。ああ、飲み男か、あれ。飲み男だよ、あれ、うん。まあ、俺も覚えたの、前回の配信だけど。桜井さんがすげえ詳しく解説してくれたから。詳しかったね。桜井さんは詳しいんだ。詳しいですよ。やっぱりスマブラに参戦してるから。うん、あ結構詳しいですよって言いながら解説してくれるんで。リヒターとか確かにいるもんな、スマブラ、うん。そうそうそう。でも、ね、アーカード確かお助けキャラだよね。なんかいた。ああ、そうそうそう。召喚キャラみたいなやつ。そっち行こ。この曲いいな。かっこいいよね。曲いいんだよね、ほんとに。あ、ワープだ。お、出た。しっかりチンチン作り込んでるやつ。ここね。これ許す。ここ。ほんとだ。でもね、これ安本さんの方がでかいんですよ。やめとけ、やめとけ。センシティブ、センシティブ。
こんな赤道なんかよりも。やめとけ、やめとけ。23年前の作品だぞ。ちょっと得意げな、得意げな節もあるけど。やめとけと言いながら。やめとけ、やめとけ。誇らしさを覚える。俺にはもっともっとと聞こえる。なんだこれ、なんだこれ。武器？ティルフィング。武器っぽいね。ユニーク武器？ユニーク武器これ。呪われてる。呪われてるな。かっこいい。やめましょうか。え、装備外せなくなる。それが外せなくなるんですか？いや、そんなのはなかった。わかんない。ドラクエかと思った。こういうはなる。全然全然ルルルルンはなんない。これなんだろう、技があるのかな。あ、10代10代美少女教えてくれ。ティルフィングがどんな意味のある技なのか。何がいいのか。ティルフィングは縛り武器ですって。いやいや。縛り武器って。あの技なしで攻撃力マイナスなんですって。うん、あのやめとけって書いてある。聞いたらすぐ返事が出てくるってすごいよね。知ってるってことでしょ。ただのゴミ切れない。すごいな、ボロクソだなっていう。あれ？詳しい人いつぎだろう。あ、出た。かわいい。飲み男。一撃でし。うん、あれ、これこっち行けるの？これ落ちるよね。使用中に痺れたりするんですって。る最悪や。最悪ですね。セムシ男はセブラーって名前なの、かわいいね。そう。合体してるからじゃない。確かに。こいつセムラーって言うんだ。へ、うん、しかし、敵からアイテムが全然落ちないな、ラックが上がってないから。ねえ、そんなのもっとアイテムドロップ頻繁に見たいっすよ。あ、飛べるよ。ブルーウォーター。二段ジャンプ来た。これでついに、おー、かっこいい。これ、行動範囲広がったでしょ。あ、壊せんの？お肉です、体力全開でしょ。壁の中に。あ、でもそうか。この、今回は使い切りじゃないからいいのか。いや、二段ジャンプでかなりいける場所増えるからね。増える増える。うん、困るんだよ。やることが増えてね。ああ、あそこにも行ける、ここにも行けるがなるから。結構前のステージ、うん、戻るよ、すげえ戻るよ、うん、だから多分あれでしょ、マップを塗りたくなるんだよ、うん、ワープポイントがさっきあった理由それでしょ、うん、どこ行けばいいか分かんないな。曲がかっこいいな本当に。背景の雲の流れるスピード超速いのもかっこいいですね。なんか今のとこってセムラー使って蹴っていくと上の方に行けるんですって。え？そんな技あるんだ。踏むってこと？セムラー踏んで、これで踏むでしょ。二段ジャンプの後で急降下キックか。そんなんできるの？できる。マジ？二段ジャンプの後に下蹴りができる。うん、できるのよ。ほうほうほう。ただ、あ、なんか登りそうな気すんだこれ。こうやった。ただそれすげえ難しいじゃん。すげえ難しいっすね。でも多分昔やってたんで俺ら、うん、でもすげえ難しいからやめとけってコメント。なんやねんもう。まあだから本来違う方法で行くのをそうやると早くから行けるってことだよね、うん、すごくないですか、そんな余地まで作ってやるって。いやそうなのよ、そこなのよ。だから最短クリアとか、うん、仕様なの。最短クリアした方はそういうテク駆使で。まあまあコメントでやめとけって書いてる。RTA 用なんですって。あ、すげえ骨で。ああ、タイムアタックか。そういうことか。なんでこれ。楽しそうだな、コメント見る。上に行ったら伯爵様が待ってるって。あ、そう、あの先ドラキュラがいるんじゃないの？違うの？そうそうそう。だから、会いたい。だから RTA ってことだね。うん。なるほど。めちゃくちゃワープするじゃん。キラヨシカケの同僚って。キラヨシカケの同僚ってあいつか。今誰かやめとけやめとけやめとけ。やめとけあいつ付き合いが悪いんだみたいなやつでしょ。でもめちゃめちゃキラヨシカケに詳しいよ、まず。そうそうそう。一体何が楽しいんだかみたいな。うん、めっちゃ気にしてくる。
もうなん、どういうやつらが見てんだよ、この放送。ガチ勢も何人か混ざってんだね、すごいね。そこなのよ。どこ行けるようになったの？こう教えて、じゃあどこ行ったらいいか。ここからどこ行けばいいか、こと細かに説明してください。左下の右に行けないの？あそこ違うの？右上ですってか。右上か。図書館の丘。いや、これ、あれなのよ、下のルートは行けるんだけど、なんか、前回の時に、行くなって言われた、ハードモードだからって。うん。ああ、なるほど。だったら素直に、さっきの、右上、ワープゾーンに戻ってる右上行った方がいいんじゃない？まあね。鉄板は真ん中の大時計。大時計？大時計で行かなかったけど、行ってないか。でも、図書館行って、そのコウモリを取るのがいいんじゃないかっていう。ああ、もう二段ジャンプで行けばいいんじゃないか。なるほど。すげえな、おじさんが寄ってたかってこのゲームずっと見てんだな。あれ気づいた？おじさんはいないです、この放送に。10代美少女。おじさんもみんな美少女になるんです、わしゃから見てる間は。魔法にかかる、魔法にかかるんです、みたいな言い方。やめろ、そのムカつく言い方。みんなここでは。この一番下っていけないの？あそこね、あそこいけるね。行ってみます？ベーターで行くか、ベーター。ああ、はいはい、ああ、はいはい。ああ、はいはいはい。うわぁ結構ビビりますよね。そう。あるか。ここですか。このさらに下か。行っていいのか、これ。もう自由ラップでいいんじゃないの？俺ものすごい無責任な発言してくれ、ね、知らねえから覚えてねえし23年前の俺だったら多分暗記してて、ね、23年前時メモとか全部暗記してたもん。あ、その選択肢これパターンをね、うん、時メモもやりたいっすよね。やりたいな時メモ。なんかカイジャ君、恋愛ゲームを俺にやらせたいって言ってたもんね。そうなんですよ。なんか中村さんがギャルゲーやってるイメージって全くないんで、なんかこうどんな女狙いに行くのかなって。なんだこれ、何見てんすか。女見てる、女見てる。何これ。女と魚。どういうヒントなんだ。何なんですか。魚が2匹跳ねてますよ。あ、トキメモリが中村さんが誰選ぶんだろうなって気になる。ああ、ね、2やってほしいな。2くらいの方がこなれてるよね、多分ゲームシステム。まあ1の方が大変っちゃ大変なんだけどな、簡単だけど。俺は甘神やってほしいんだけどね。甘神か。甘神はもう、あれはある程度絞り聞かさなきゃダメじゃん、キャラクター。トキメモ2はみんなはやったことあるの？俺はちょっとだけ、俺はワンほどやってない。俺はワンの方ですね。なんかさ、2はね、変なシステム多くて面白いの。急に RPG の戦闘が始まったり。あるね。なんかゲームセンター CX でさ、その有野さんがやってるのを、うん、2を見たんだけどさ、すげえ面白くて、行方不明になる子いるでしょ。うん、え？あったっけそんなの。あのね、そう、行方不明ルート、その子はその自分のルート以外だともう行方不明ルートしかなくて、なんか、その後消息が不明っていうエンディングになるっていう。やばやばい、やばいのよ。誰だろうそれ。それパワポケじゃなくて、パワポケのストーリーはそんなんでしたけど。違う、いるのよ、八重さんっていう人が。八重さんっていう人が行く、うん、その女の子のルートに行かないと、なんか途中で転校し、その後行方が知れずみたいな。めっちゃ気になる。それやりましょうよ、じゃあ。それやりましょうよ。やってほしいな。八重さんって人気1位なんだ。そうなんだ。あの子1位なんだ。俺、ビジュアルがまずわかんないな。あ、そう、目の前にある箱で検索できたわ。目の前にある箱、便利な箱がね、うん、あるからね。うん、ホラーゲームとかやりゃいいじゃん。ホラーゲームもね、いろいろ今考えてるんだけど。実は今計画中なんですよ。そう。でも俺、トワイライトシンドロームとか、夕闇通り商店街とか全部持ってきてあげようか。やりてー！その辺ほら、普通だと、それプレミアついてるやつだからさ。そうそう。俺全部ある。取れっかなあれ、誰が許可持ってるか分かんないんだよな。だから多分アーカイブ出てないんだと思う。夕闇かなんか、あの辺のやつあれだよね。四十八作った人だよね。だっけ？え、あー、マジ？うん。確かそう。ああ。ってことは、
48の許可を取ればな、なし口的に遊べるってことです。なんかでも多分アーカイブが出てない段階で権利者全員が分かんないんじゃない？アーカイブが多分出るはずだもん。あ、つうかあれですわ、飯島さんですね。そう、飯島さん。飯島拓也さんのゲーム、俺スクリプト書いたことありますよ。あ、本当？あ、そうなの、俺、バイシスクリプト書いてた。48ってやつ？いや、違いますね。アパシーっていうゲームですね。あ、前言ってたね。その年のクソゲーオブジリアでした。やめろやめろ加担してたのか、いや、スクリプトはちゃんとしてたんだって。なんせ俺がやってるから。せいじゃないと。あ、いや俺はね、あの辺のホラーゲームだったらうち全部あるよ多分。マジっすか。うん、あれ版とかもどうかなと思ったらね、あの今引きそうとかさ。はい。いいじゃないですか。うん、新しめだと死因とか面白いよ。あ、死因ね。あれ面白いよ。あ、死因面白いですよね。うん、あそこのメーカーのゲーム大好きです。あれこないだ出たやつ。あれよく。こないだ出たやつ死因って。ちょっと前ですよ、3年ぐらい前か。こだれたやつ違うやつか、あそこの NG です、この間、うん、NG の NG か。あ、シーンの続編も出てるんですけどね。シーンはでも俺 無印よくできてたな。あれめっちゃ遊びましたよね、全部全部しましたよ、うん、だから今度そのエクスペリエンスの生放送に俺出るんですけど、次発売されるのがダンジョン RPG なんですよ、読みの作派な。ハクスラーの RPG なんで、まあ俺引くほど遊ぶと思います。そういう分かりやすいのもいいよね。48と URL は別の人なんだ。うん、あ、違う。結局どこの権利なんだ。多分ね、細かい権利は分かんないんだと思う。だスパチュンの人に前聞いてもなんか。夕闇が微妙なんだよなみたいなこと言った記憶がある。全部前だから、俺も曖昧な記憶だけど。許可取るの難しいかな。調べてもらったら、だからさ、ダマ店でやってる人とかいるけど、ね、あのこれ言うでも媒体だからちゃんとやんなきゃいけないもんね。そうなんですよ。俺らダマ店でできないんですよね。まあ、根本ダマ店でやっちゃダメよ。ちゃんとこいつ。ノミットにめっちゃ苦戦してるじゃないですか。セムラ。でもこいつはノミ男なんだ。こいつだけはこの単体だとノミ男って名前なんですよ。あ、セムラじゃない。あれに鳥に乗るとセムラーと名乗る。なるほど。ラーがあるんだねどっかに。そう。セムラ。くそいつ。クロックタワー3。ああ。3って。いいやつ？いや、3って、3ってちょっとミュージカルになったやつじゃないの？懲役何年とか強さで懲役が出るやつだ。あのちょっと何とも言えない仕上がりになってる。何とも言えないっすよね。サイレントヒルやるか。あー、サイレントヒルな、絵的に本当画面ずっと暗いんだよな、あれ。見づらいね。デッドバイデイライトにも三角様来るし。ああ、コラボ、ね、そうなんですね。来ますね。ほらもう、キラー全然プレステージしてなかったけど、三角様するよ。それは俺もちょっと興味あるな。うん。はちゃめちゃ強いよ、今。これまだやってないけど、テスト版のなんか動画みたいなの見たら、多分確実に、本体始まる前にダープされる気がする。強そんなに。今のままだと強すぎる。三角様出るならバブルヘッドナースも欲しいですけど。ね、エッチなの、エッチで好きなんだよ。あのバブルヘッドナースを三角さんがキーってやってるのが面白いんだよな。そう、キーって。ちょっと待てよ。ポイズン。ちょっと待てって。これ顔にしか当たり判定ないの？おい、ふざけんなよ。あかん、死んじゃうよ、あかんよ。お肉まだあるんじゃないの？植物にございる。あ、じゃあ中野さんソウルスティールか。あー、そんなマスあったね。でもあれを使うに一回上に上がるしかないよね。あれ？おう。サイレンか。サイレンも面白いけどな。初代のサイレン操作性がマジむずいんだよな。これまずいね。あ、やばい、死ぬよね。うん。おい。さっき出てたけどコーリングとか短くてよかったよね。おー、あー、着信ありみたいなやつか。
そうそうそう、うん、あのでもあれ Wii なんだよな。おお、さすがに今遊ぶの結構きちいんだよな。うん、あのリモコンを携帯電話に例えてあれから着信かかってくるっていうのはすごい新しいなって思ったけど、確か Wii って呪音のゲーム版も出してたよね。あ、出してた、あれ面白かったよ、短いし。あれ、中村さん諦めちゃう、諦めちゃうんすか。いや、諦めると意味がないんだけど。うん、さあどうするか。あ、いける、超えられそうな気が。先に超えちゃった方が良かったんじゃない。やっぱそうなりますよ、ね、なるほどね、うん、超えてからの合わせ需要じゃないですか。無視して賢いけど、あ、やばい、ここセーフポイントって嫌な予感しますよ。くっそー、だってこの後コウモリが取れるんでしょ。じゃあボスだよ絶対、うん。あ、そういえばプレステ版のゲゲゲの鬼太郎めっちゃ怖かったっすよね。あったね、そんなゲーム。超絶不気味なゲームだった、それセムラー夜来てたぞ今、うん、もうあいつセムアーマー来てた、その許可絶対出ない。もうちょっと待てこいつ、かっこいい。アーマード飲み男、飲み男飲み男のバリエーションよ。アーマードだ。仮面ライダー響きみたいなパワーアーマード飲み男かっこいい。アーマード飲み男のグッズ欲しい。くそー、なんかもうすごい動きで襲ってくるし、アーマード飲み男のストラップ欲しい。気に入りすぎだろ。マジで気に入った。え、なんか上からなんか降ってきた。うわー、アーマード飲み男。これちょっとダメだ、武器を変えよう。やっぱ俺にはモーニングスターがあって、すげえ出てくんな天野くん。これしかも中から出てくるんやね。うん、そう、アーマーパージするからすげえ強い。ちょっと早い早い早い。アーマード飲み男強いだわ。うん。行ってみるか先に。ヤルドラシリーズとかどうすか。あ、いいんじゃないでしょうか。俺ダブルキャストめっちゃ好きなんですけど、一番古いやつだよな。ダブルキャストってなんか今誰かがやってんじゃないの、うん、あれやってんすか、あれ。その杉田くんがすごい好きだよね、確か。あれ面白いですよ。なんか VTuber の人がやってなかった。そうなんですか、やってましたっけ。この間それでトレンド入りしてたけど、なんてことした、なんかトレンド入ってましたね。石仮面手に入ってる。え、石仮面、俺はヴァンパイアをやめるぞ。ヴァンパイアをやめる、ただの人間になる。本当だ、すげえ。石仮面、マジの石仮面じゃないですか。うん、石仮面は、ね、古代のね、なんかずっとあるんだよね。リオにはなれないんだ。いけた。お、なんか落ちてる。おいや、ホーリードット。俺の好きそうな武器じゃないのこれ。え、なんですか。おお、かっけえ。早い、振りも早い。いいね。見事。モーニングスターと二刀流で。え、そんなんできる。モーニングスターは今すぐしまえ。いらねえだろってなってる。意味ね。全く意味ね。あ、毒で回復すんだこれ。へー、だからさっきの種マシンガン食らい続けたら回復できるじゃないですか。ってことかな。で、しかもイントも上がるんだ。うん、イントバカクソ上がるけど。本当だ、頭めっちゃ良くなる。賢い。一応こっちにしとこうかな。ホーリードットは魔法攻撃だからとかないんですか。あ、なるほどね。あるかもね。あるかもね、そういうステータス。うん、ソニックブームのコマンドで出るみたいです。後ろため前？そう、後ろため前で何が出るの。後ろ前四角で特殊技です。これじゃない、ちょっと光が、あ、範囲が広いな、範囲が広いだけ。ゴージャスになった。ほらほら、おーやった。やったぜ、アーマードの男が。恋を飲み、アーマードのみ。おー、下から来ると。アーマードの男は一網打尽に怖くなくなった。これはいいぜ。ただの可愛いやつになってしまった。これ対天野くん最強装備じゃないですか。ね。うん。下に今シルエットが見えたんだけど。あー、2体と。あ、いっぱいいるいっぱいいる。すげえいるな。なんか鎧ドロップしましたね。鉄の胸当てか。アーマード飲み男の胸当てですねこれ。
どう考えてて弱えだろうし。弱かった。サイズも合わなかった。本当に弱かった。あと切れんのかよ。ラック上げたいっすね。もっとハクスラっぽくバンバンドロップが見て、コリゲームでは。後半はね、結構。くそ。え、な、なに？出ちゃった。ソウルスティール使います。ソウルスティールだった。光るハエたたき。ああ、ボスボス、ボスボス。向こうがトリックブーム打ってんじゃねえか。長尾体力やばい。レッサーでもレッサーでも体力やばいっす。やっべ、回復アイデアもうないです。なんてなんかのゲームでめちゃめちゃ強かった記憶がある。なんだったソウルシールド回復、賢いマッドマン。空中ではあの後ろ前、このゲームクリアできねえだ。ソウルシールド強いっすね。結構敵出してくるタイプのボスだ。ちょっと待てって、追い詰められてんだ。こうやっていかなきゃいけないのか。なるほどね。マッドマンってここでしか出現しないレアな敵なんですって。あれ？あれもう終わった。倒した。終わったな。ホリロットめっちゃ強いですね。ホリロット強え。これもう結構モーニングスターの時代は終わったんだ。終わったな。終わってたな。マッドマンここで攻撃しとかないと図鑑コンプ無理なんですけど。多分コンプ殴ったんじゃない今。うん。今の。ちょうど殴れてよかったって。ああ、そうなんだ。あの、まあ、図鑑コンプが中村が意識してる気はないけどな。そうそうそう。中村でも図鑑コンプなんて考えてねえだろ、もう。あ、ここ隠しっぽくないですか、このツボ。ないね、でも。なんかないのかな。だからニヤニヤしながら制作者が絶対みんなここ行けると思う。絶対みんなここ叩くんすわみたいなことでしょ。くそー。なんか落ちてますよ。あ、オッケー。あ、ケミって。フランクフルフ。あ、これ霧じゃなきゃダメ。ああ。霧に変わんないとコウモリ取れない。ミスト取れない。なんやねんそれ。闘技場でミスト取らないとダメですね。なんやねんそれ。順番が違うじゃん。なるほど。闘技場？闘技場って確か時計塔から行くんじゃない？ちなみにみんな何ごさい、攻略本を見ながら喋ってんの？いや、多分単純に記憶力がものすごい。記憶があるあのガチ勢とあのウィキボーイもいるかもしれない。やばい。それから人生を悪魔城に捧げてる人。それはそうだろうな。それはそれで楽しそうやな。うん。脳の球が見るようになってるんだとしたら申し訳ない。確かに俺も FF5 あたりやったら何でも言えそうな気がするしな。あ、その後ろ隠しあるよとか言いそうだもんな。その説検証してみましょう、今度。あ、覚えてるかどうか。説立証。いや、FF5 は面白そうですね。うん。だから、クルルの、あの、あ、クルルか。すっぴんに星つけるまでやんなきゃダメで。ガラフの時に相当頑張んないと。はい。お、これ毒で回復試してみます。当たってない。おお。ぬるげーやん。ぬるげーやん、こいつ。こいつ使って無限回復できる。そうね、体力減ったらこいつのとこ来ればいいんでしょ、この上がコウモリだっけ。上があるっぽいね、この上ね。あそこか。これ、登れないっすよ、ね。あ、これじゃねえか。キックじゃねえか。こいつ蹴って登るのか。なるほど、そういうやり方もあるね、る確かに。これはなるほど、これは再度沸かせるべきじゃないですか。これいける、いける。なかなかうまくいかない。いけ、いや、位置次第でいけるね。位置次第でいける。こういってポンって踏んでってことや、うん、そう。あれでもなんか普通に あの本、今左下にあった本一冊引っ張ってきたな。いけるか、こいつを引っ張って、今の流れでいけるよね、多分ね。うん、今の流れでいけるっすよ。これは。今、ほぼ、えって言ってるよ。うん、今の位置いいんじゃないですか。いや、この位置は、この位置はダメだ。この位置はダメだ。
ちょっと待って。あれ、どうやってこずくんだ、あいつ。回復しようか。世界中のタルみたいな扱い。そうですね、うまい具合に位置が合えば、ショートカットできる。うん、できそう。おっかっさん、惜しい、惜しい。もういいわ。今の惜しい。もういいわ、もう。まあ何があるかも覚えてねえけどな。そう、普通にコウモリになったらすんなりいける場所だから。素直に時計塔行けって怒られた。はい、分かってますよ。行きますよ。時計塔どこだ。いや、盛り上がるかと思ったじゃん。なんか、こういうテクニカルなところ見せれば。狼で反転ジャンプでいけるけど、行ってもそんなでもないって。そうだね。そうなのか。反転ジャンプって何だっけ。ジャンプキャンセルみたいなの出るんじゃないですか、狼は。それか特攻なんすね、なんか。クリティカルが出る。ああ、こいつらに相手には特攻かかってるよ。うん、あの、呪いの敵とかね、多分。ホーリーだから、うん、はちゃめちゃ強いな、うん、はちゃめちゃに強い。だってこんな場所にいるやつ全員呪いだろ。そうね、まあ確かに容赦なく殺していくの、こんな。ダンピールが聖なる力使えるのもちょっと微妙ですけど、むしろよくここにあったなっていう。カース呪われましたよ。呪われると攻撃ができないんですね。武器が出せない、うん、あれ塩も負けねえの。塩は負ける。あ、いや楽勝だな、本当に。この辺の敵も全部一撃。いや、俺ご飯も食べずに何見てんだろうな。いやいや、じゃあご飯食べなさいよ。いや、こんな時間嫌だよ。あ、もう11時か。時計塔ってどこ？時計塔ってどこ？俺が行くの諦めたとこ？教えて。俺プロテインバー食うわ。この間俺が行くのは、それこそもう梶田君が調べながら、いやいいよ。そうなんだね。梶田君が攻略ウィキとかを見ながら俺教えてとか、もう残念丸投げなんだよね。だって上だって、ね、時計塔上だって。コメント欄のみんなだってこう教えたいでしょ、言いたいでしょみたいな。あえてだよ、あえて、あえてだから。時計塔じゃないって、闘技場ですって。闘技場、この上ってこと。つまりここの前、大理石の廊下にある大時計は時計で、闘技場はどっから行くの。あ、時計塔じゃなくて闘技場に行かなきゃいけないのか。うん、戻れって。無情。戻ってどこ行きますか。下です、大理石の廊下。廊下に行く。大時計の間から闘技場に行く。なんかさ、大時計の間とか言われてどこにあったよそれはっていう。ねえ、こんなマップじゃ分かんないっすよね。大理石の廊下真ん中辺が青。ワープで最初のセーブのところに飛べばいい。なるほど。うん。了解。こっちかな？ちょいちょいコメントで俺が喋ってるのと安本さん喋ってるの間違えてる人がいるんで。やっぱ、ああ、そう。声が。ボイチェン使って梶田君の声をもっと違う感じする？あ、そうか。ディスコードにそんな機能あったな。俺女の子になるわ。じゃあ俺女の子になる。ごめん、ね、ここでいいの。最初のワープポイントってこれのこと。 PS カルが始まる。あー、ここのあの上のとこかな。ボイチェンってどうやってやるんだっけ。ボイチェンに夢中なんかい。いやあ、なんかこうね、まあ、せっかくそんなことができるならね、まあ、声の低いおじさんが2人いてもしょうがない、まあ、ごめんな、なんかお前ちょっとごめんな。お前を美少女にすることになってしまってごめんな。アホやろ。俺も今ディスコード見てるけどよくわかんねえな、どっから設定するの俺。俺はボイチェンあるもんね。
中村さん確かなんか最初設定がバグってて、そうそうそう、ついにボイチェン自動でボイチェンがかかるようになっちゃってて、必ずロボットボイスになってたの。どっからいじったんですかボイチェンって。いやあれは俺のあの使ってるソフトの問題だからできない。あ、そうなんですか。ディスコにあった気がするんだよな、なんかボイチェン機能って。マップのど真ん中が大時計だってよ。でも闘技場に行かなきゃいけないんだもんね。うん、こっちやろから。な、何この楽しそうなやつ。あ、向こうから撃って壊すのこれ大変だなこれ。あ、こんな探検もういらない。こっちじゃないと思うな。すごい遠回りをしてる気が。だ、大時計から闘技場行けますよ。だって、うん、大時計で2段ジャンプ、右から左へ。なんかみんなね、当たり前のように大時計ですよって言ってるけど、大時計の場所知らないっつってる。マップの真ん中だって。あ、やっぱあの空洞になってるところか。降りてけばいいのかな。いや、ちょっとここで一回進んでみるわ。いやー、この武器いいわ。強いね。ラクザリーもすげえぬるくなってますよね。ね。うん。これでね、セーブを怠ってね、死んで悲しみが生まれる。うわ、こいつ一撃か。いいな。二段ジャンプはでもやっぱ重要だね。序盤はこれがないとダメだね。そう。うん、楽なんだよ、これね。二段ジャンプあったらあそこも結構楽そうですよね。なんか前引っかかっていたところ。ああ、全然どこでも楽よ、もう。サブを時計にするっていいことがある。サブウェポンを時計にするといいことがあるって書いてありますけど。止めるんじゃないのかな、覚えてない。止められるんじゃないの、って意味じゃなくて。へえ。ああ、足場にするやつを止めるってことか。なるほどね。ギミックに使うんだ。ようできたゲーム。この死に方えぐくない。うーん、まあ、2つだね。こいつの死に方スキルはオーラから時代だったんだろうな。仲間のビルーティー大好きだな。そう。時計塔でサブウェポンの時計を使うとなんかあるみたいですね。あ、そうなんだ、もう覚えてないな、全然覚えてないや。なるほど、その時計が反応するってことか。そんなもん攻略見なきゃ分かんなくないですか。もうこの世界お金を稼いでどうするんだろうね。買い物する買い物があるんだよ。あるね。なんでこの世界でお金が必要なやつがいるんだろうね。ここの曲かっこいいよ。サダキセブンの曲に似てるやつ。それなあ、もうサダキセブンの曲が思い出せるよ。ヤスモさん、やったことあるんすか。だって先輩全然知ってるよ、それ。そういう、初めてサダキセブンやった。曲までは覚えてないよ。中村さんしかやってないゲームだと思ってた。なほな。みんな通ってきてるって。ゲームの選択肢がないから1回ぐらいはみんな触れてるよ。通しね。セーブしとこう。時計今のとこみたいよ。え、今のとこ？この先だよね。ここなの？あ、時計があるってこと？じゃあね、なんか時計今のところコメントあってよ。どう見たの？分からん。悲しい色やね。それはだから佐々木氏の最後のセリフや。
先だってごめんごめん、その先ってコメントになった。あ、その先ね。あ、じゃあやっぱ道が合ってるよってことね。そういうことだね。確かに時計だわ。そう、どう見ても時計だわ。でここでその時計持ってるとよかったんだ、サブウェポンで使うといいみたいです。おう、持ってるんですか、ね、時計って。ここで使うんじゃない、時計ここで使うんじゃないですか。え、持ってなかったっけ、サブウェポン。さん手に入れてませんでした、時計。サブウェポンでしょ、ないよ。あのサブウェポンはあのずっと俺はビブーリだな。あー、多分だけど、装備で時計持ってなかった。装備できるやつで。装備に時計があんの、縦のとこにないっすか。あー、ないんだ。うん、多分その、あ、やっぱじゃあそうかそうか、ビブーティーじゃなくて時計だったらってことか。そう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 、ほど。塩で縛っちゃってたから、塩縛りしてるから。ちょ待てよこいつ、何なんだよ。何なんだよこの楽しそうなやつは。もう困った時はライフスティール、ソウルスキル。もう息消しちゃう。めっちゃ震えてる。怖い怖い怖い。出ない。怖い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 って。怖い怖い怖い。かわいい。コウモリは見たいな。ぐらいまでは行って終わりだ。あ、またあいついるし。続きのやつ。あいつはそういうこと、なんかその、スティール一発みたいな。ソウルスチールでぶっ殺せる。これ隠し部屋か。隠し部屋なんだろうね。ダダッピロだ。長い廊下だな。チー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 。オニケース。オニケース。カッツバルゲル。カッツバルゲル。カッツは？カッツバルゲルって読みたくなる日本語。コマンドは？日本語じゃねえの。これどんな技出るんだこれ。ホーリーロッドに戻そうか。やっぱりホーリーロッドなんだよな。ハッツバルゲルって何、ドイツ語、何語、ドイツ語っぽいな、うん、かっこいいやつは大体ドイツ語。コマンド技は別にないですって。おお、なるほど、便利。確かにいいね。あ、時計、今時計じゃん。じゃあ時計にしとこうか。これでいける。あれ、行っていいのかなこれ。闘技場ですね。お、うん、大丈夫ですか。まあ塩つなくても。塩の代わりに聖なる力がある方がいるんじゃないですか。メイズノーズ。霧にならないと無理だね。もう霧をすぐ取るよって言ってるようなもんやな、これ。うん。あ、料金所やん。大人1枚。これ、これ、あ、料金所だろ。チケット買うの？悪魔城で。ブレイズノービス。こいつらがご機嫌だな。強いね。うん、おーおーおー、かっこいいね。闘技場感あるね、うん、ちょっと次々襲ってくる。ちょっとなんかクロートっぽいやつだ。え、お、あ、なんか使っちゃったのか俺が、うん、なんだこれ。あ、時計作ったんですね。そう、どんな効果があるんだ。時間止めるんだね。うん、いつも通りなら。おお、繋がったね、これ道が。本当だ。ああ、これか。ほうほう。これ何？なんだ。なんだそれ。なんで時計がいっぱい出てくる。ああ、なるほど。サブウェポン。おお。レーザービームの、まあ、ビームか、レーザービーム強い。もうそうそう、ボスでしょう。じゃないの？ねえ。まあ、どうでしょうな。このセーブのグラフィック考えた人かっこいいよな。うん。やっぱなんか、
すごい至る所にセンスを感じるよね。よくできてるよ、このゲームは。ボスさん。へぇ、ワンザがいるし。一体一体だ、どうだよ。ピストル大名いるぞ、ピストル大名。ピストルか、あの三段打ちか、あいつに撃たれたのか、これ。ソウルスティールじゃない。今こそ、いいっすよ。確かに。ちょっと待って待って待って。お前、ソウルスティール一発でしょ。最高。ザンマー。ちょ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 おぉちょっとおぉやばいやばい。変なノックバック。ちょっとっうざいことこの上ないで、ね、今のあ時計で止めればいいんじゃない。いや止めようと思ったんだけど先に撃たれちゃったから、まあここで止めますけどね、はい、あれお前お前ら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 と来たらソウルお前らと来たらシールドドロッド来たもう打尽ですわ。何取った俺今。シールドロッドってやつ。またロッド。盾と相性のいい魔導具。どういうこと？ほう。ちょっと盛り上がりかけるね。これ盾とどんな相性がいいですか？わかんない。防御力が。なんかコメントすげえ盛り上がってる。防御力が上がるんだよ。ああ防御上がってるね確かに。シールドロッドは盾を装備してると盾魔法が使える。って話ですね。チートクラスに強いと。盾と武器の同時押しで技が出るんですって。うん、おお、なんだこれ。大間さん。え、何？え、何？何？ディフェンサー。バフがかかるんだ。バフだね。ああ。へえ。なるほど。シールドが強ければ強いほど強い。なんかシールドごとに変わるみたいな、ね、あのコマンド技はホーリーロードと一緒だったソニックブームで出る。ほうほう。おお、なんだこれ。なんだコナミっぽい、コナミっぽい。これコナミ、いやいや、完全コナミじゃん、これ。グラディウスの前についてるやつだろ。え、そうだよね。いくつも出せんの、これ。お面白い武器だね、これ。え、何これ、ロッドゲーなの？使っていきましょうよ。なんか、シールドはアイアンシールドが相当強いらしいですよ。持ってましたか、アイアンシールド。アイアンってあったかもしんないなぁ。どうだったかなぁ。アルカードシールド？いや、ないわ。レーザーしかないね。確か、アイアンシールドってあの、おっさんが売ってましたよね、店で。売って、あ、アイアンシールド、あの時あれだよ。アイアンシールド買っとけってコメントがあったんだよ。あ、そう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 、買っとけって言われた。そのためか。なるほどね。やるやん。みんなやるやん。そのうち、あれだな、確かおっさんとかでショートカットできるチケットみたいなのありましたね。それ使って買いに行く。買っとけ、あれも買っとけって言われたよね。うん。やれたな。なるほどね。え、これ何なのこれ。ちょっと待って。これ何？これこの嫌い何？何もなんないんだけど、うん。ダメージ入ってるように見えないですけど、なんだそれ。防ぐんじゃないですか。シールドのやつだから。攻撃をあれで、あ、これはですね、ま、守るってことじゃないですか。あのグラディウスとかのまんまだったら、この魔法さ、これ MP 消費とか何にもないけどさ、演出がやたら長いせいでちょっと使うのをためらうね。あ強いけど、なるほど、飛び道具を防いでくれますと。なるほど。じゃあピストル大名とかの相手をするときにすげえ、いつまでも出てるなこれ。しばらく出るよ。あ、レイピア取った。はあ、面白いな。どんなのありますね。散々やったはずなのにな。そうそう、感心しちゃうよ。いや、俺も全然忘れてるよ。まあしょうがないよね。まあまあ上級医したレベルでやってたけどな。上級医してたぞ。そう、どうかしちゃったな。誰こいつ、誰こいつ。グレイブキーパー、墓守りだ、墓守り、墓守り。すげえ、カンフーのスタイル。うわ、顔が潰れて死んだ。お酒とか。お酒お酒これなんか使うんじゃなかったかな。あー、なんか、イベントアイテムってことですか。それに近かった気が。23年前って、安本さんって、もうおじさんでした。23年前の俺は、
多分世の中が二十歳と呼ぶやつだね。なるほど。おじさんじゃないか。若かりし頃ですね。うん。だから、まあ、その頃にめっちゃ遊んでたってことは、結構ゲーム三昧な青春だったんですね。大学時代に、もう、ほんと俺、留年すんじゃねえからゲームやってたから。仕事に繋がってますね。だって、賭けの対象にされてたもん。俺が4年次になった時に俺が卒業できると卒業できないで賭けが生まれて、で一度卒業してやった、ね、それが賭けが成立するぐらいのオーズってことだ。そう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 、最後の最後の4年目で俺64単位を取ったから、ちくしょう。はちゃめちゃいい単位取ってやって追い込んだ。漫画みたいな大学生活を送って、逆にあの単位のオーバーキルをかまして卒業してやって。やればできる子じゃないですか。うわぁ、この馬。もう何こいつ。えぐい馬がいる。止めれば。ちょ、もう。あいつの時計で止めればいい。止まらない。馬止まらない。マジすげえな。おぉ、最強技使った。まだ1体よ。クレイモーを置きよう。クレイモー。いいの、ドロップ。デッドトルーパー、かっちょええ。ちょっとこれはよろしくないですね。おぶねえ。もういないね。よしよし。ここ戻ってこなきゃいけないパターンない。大丈夫？いや、あります。今はもうどこ向かってたか分かんなくなってますもん。分かんない。何をしてるのか分からない。あれ、なんかこれ女の子？かわいいじゃん。ネメシスだ、そういう。あ、スーパーサイヤ伝説。いいで。そうそう。ででほんとにそっくりだ。姿が見たい。この子の姿が見たいよ。それはあのドラゴンボール全部見れば見えますか。みんな同じポーズですもんね。くらいの。なんか探索。右もいけるけどね。なんか楽しそうなやついるわ。ガシャドクロみたいなやついるぞ。ね。うん、こう逆にやっぱホーリーロートの方がいいんじゃないの。いや、そうですよね。ビッグ骸骨。何だ。ああ、残ってる。残ってる。ビッグ骸骨。こいつだけネーミングセンスクソなの、なんなの。ビッグ骸骨。ビッグ骸骨。もう骸骨って言ったら日本語入っちゃってるからもう。ねえ。せめてガチャドクロとかでよかった。チャットマントだ。お、あれ地蔵の呪いってどうなんですか。呪いが来ましたね。呪いが来ましたね。これ呪われてるのは呪いアイテム。縛りですか。多分縛りだと思いますよ。いやーでもディードリットから解放される。あ、ダメージをハートに変換。え、すごくないですか。いやでもダメージは食らうってことでしょ。うん。だから技を使うためのそのハートが稼ぎ放題だと思う。うん。ああ、でもなんかソウルスティールと相性良さそうですよね。ねえ、ああなるほどね。オールスティーは MB 将棋なんだよね。ああなるほど。よし。ビッグ骸骨が。血染めは強いみたいですよ。あ、強いんだ。やっぱり使い方次第。ダメージ食らったらハートがもらえるから。うん、そっち右行かなくていいの？行く。うん、ちょっとね、ああそうか。どうしよう、もう行っちゃうか、右。サブウポン使い放題ってことか、ソウルスティールじゃない。血染めのマントって、あ、なんか斧ドロップしてました。いや、あれはあのサブウェ。血染めのマントリスクないみたいです。装備してたらダメージ受けた時にハートが出るってだけで。あ、じゃあした方がいい、ね。うん、防御とか、まあ、ステータスがちょっと下がるってぐらいか。じゃあステータスは下がりますね。こっちの方が見た目かっこよくなってる。やっぱ赤と黒と金ってもうかっこいいじゃん。まあまあね、やっぱりこっちなんだよなって感じはするよね。うん、さあ、あ、セーブだ、よかった。あれ意外とボスいない。闘技場のボスって倒しました。倒してないですよ、ね、倒してないよ。じゃあどっかにいますね。なんかコウモリになれるんでしょ、だって。うん、闘技場。あ、霧だっけ。上の空いてるとこですって。
多分そこ。これ左に行けばいいんじゃねえの？うん、左に。今埋めてないね。左一応埋めとくか、じゃあ。多分もう埋まったんじゃないの、左。これ埋まった。まだ先。いや、もさらに左が。あ、いけないいけない。あ、切りか。これスタートのとこだ。セーブポイント。あ、じゃあ一周してきてんの。うん？セーブポイントの上なんです。あ、じゃあこっち側か。の上ってことか。なんか T シャツがぶら下がってるみたいで嫌なんだ。ね、いや、俺もこんな T シャツ飾ってあんなと思う。これか、ボス。比較にスルーしてたみたいですね、ボス。そうね、でもいろいろ装備が取れてよかったね。何あ、反対側ですって、逆ですって。え？逆、逆。左から回れって。全部教えてる。マップ見て、マップ見て。左から回ってってことは、あ、左から回って、あれを取るのか。あの、さっきの弾を、うん。さっきの檻を左から回ってくる。なるほど。それでそこの檻で試せってことね。そのための檻ってことね、これ。しかし、そういうことか、そういうことか、そういうことか。マップ記憶してんだ。いや、もうね。すごいな。すごいよ。こんなゆる配信をガチ勢が見てるんだね。気まずいわ。イライラして見てるんだよ、本当に。いやでも世の優しい世の中だよ。そうですね、みんなちゃんと教えてくれるし、配信ってそういうとこありません？なんか下手くそなやつをイライラしながら見るのが目的みたいなところもある。まあわかるよ。まあ、まあ、俺杖ができる、俺杖、俺知ってるができるってのは楽しみになるかも ね、まあ、ね。俺なんかニコニコ時代で好きだった実況者大体クソ下手くそだったんですよ。ここはどうやって下に行くか、ここは普通に行ってんの。ああ、そういうことか。見落としてたね、ここね。ここ行ってなかったんだね。マジカルチケット。マジカルチケット。あ、あれ、GG に入るやつ？あ。あ、ここがボスだ。ボスだ。こんなにダメージ受けたのに。うん。大丈夫だよ。一応セーブしたしね、さっき。顔ありか。あ、リヒター。おー、リヒター。かっけー。なんか石川県のキャラクターみたい。ゲッターになる。ゲッターがいる人だね。お、2体出てきた。取り込まれたんだな、リヒター。あ、でもミノタウルスいたの覚え出したわ。いたわ、いたわ。これほら、あれの X の敵だよね。ボス、オオカミとミノタウルス。そう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 。ウェアウルフとミノタウルス。どっちから潰すのが正解なんだ。もうブランカじゃん。ブランカですよ。アスカ文化だ。時計全然通用しねえ。時計使わないよ。俺使用じゃないとまずい。殺して。ちょっと。ちょ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 。おっと。ちょっと。あだが倒して。おお倒した。ちょ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 。あれ意外にあれ意外と楽勝だった。やっちゃ、ちゃんとレベル上げしてるとこんなもんか。やつはベルモンドだった。やつ困惑してやるのか。あれもプレイヤブルキャラスか、リヒターベルモンド。リヒター一応元のそうだね、主人公だから。なんで悪魔女王でこんな生きてるんですか。あの一番最初戦ってたじゃない。あーおー、なんちゅう分かりやすい罠。ムカつくぜ。またムカつく敵配置だな。マップ合ってる、そっちか、そっちかで合ってる。合ってるか、一応上、あそこ上がれればいけるか。まあ、先にセーブポイントもあるし。この馬エレベーターで上に行ける、戻れるんですって。さっきのエレベーターで上戻って相手も取る。え、あれ動くの？動くみたいですよ。ちょっとせっかくこの難所を乗り越えたところで申し訳ないですが。これ出ないんだよ。めんどくせえ、これ。これ、なんかメタル要素ないんですか、この馬。強だったんだ。この馬メタれねえのかな。じゃ技がね出ないんだよこれうまく。うん。MP がないわけじゃなくて。うん違う。あ俺死にそうこれ。
回復できるかな。向こうセーブポイントなかった？あるよね。あるあるある。まっすぐ行ける。はい、イライラするわ。痛い痛い痛い。ああ。しゃがみで避けれる。禁止。あ、でもセーブショッカー倒したから。もうコウモリ取って終わらして。そうね。そこまでがなんか区切りっぽいよね。そうそうそう。コウモリ取って終わり。コウモリを取って終わりたいよね。結果はコウモリ取りたいっすよね。コウモリじゃないのか。キリか。キリキリ。キリか。この先。あれどこ？この先だったよね。うん、さっきの落ちてきたとこっすね。ここだよね。まっすぐまっすぐ。そうそうそう、エレベーターで戻れるって信じつきちいな。その悲しい事実、何のためのトラップだよこれ。惜しい、上あ行きましたね。通に動きましたね。なるほど、ミスト入手です。はい、試してみましょう。どうやんだっけな。見るか。ああ、マジカルチケット使えばコウモリもすぐ取れるんですって。そういや、そうか。ああ、そうだね、確かに。じゃあ取りに行こうか。うん、あれ、せっかくだし取っちゃいましょう。ミスト、次やる時ミストのコマンドが分かりませんよ。同時押しだからね。ミストコマンド、LR 同時押し。LR 同時押し。じゃあこれ下まで行けるんだ。行けますね。なるほど、全部行ってんで。じゃあマジカルチケット使いますか。プレステ4版って PSP 版の移植なのか。あ、そう、 PSP 版の方なんだ。ちょっと操作違うんですね。じゃあボタンの数が違ったりするからね。あとせっかく時計持ってるから時計の隠し部屋も行っといた方がいいのかな。あ、それは早く聞きたかったね。しょうがないですよ。YouTube とこの Discord の配信画面にだいぶラグがあるんでね。YouTube のコメントは絶対ワンテンポ遅れるんですよ。じゃあ皆さんこれ宝石売っていいですか。売った方がいいですよ。どうせ使わんでしょ。売っていいよね、宝石ね、うん。アイアンシールドは買おうって言ってるね。そうだよね。ありがとうございます。これについてだ。アイアンシールド買えます？残金的に。全然買えますね。なんかコウモリ取った後どうせ時計のとこ行くよって言ってる。あ、そうなんだ。なんかチケット買っといた方がいいのかね。また戻ってくるんだったら買ってもいいかもしれないですね。ちょいちょい使うんでしょ。使うかもしれない。チケットマジカルチケット。ありがとう。ではまたのお越しを。アイアンシールド装備してみようぜ。どんな技になるんだろう。防御力は一緒だ、これと。変わんないね。アイアンシールドとシールドロッドの組み合わせがすっげえ強いっていう情報を信じての行動ですからね。何こいつ、スタープラチナみたいな。攻撃だ、攻撃だ。みたいなやつ呼んでんだ。 MP は使うけど全画面攻撃じゃないですか。そうね、それがお手軽に使えるよってことか。こんなんもう強い決まってるでしょ。おお、なるほどね。なんかあの馬の突撃してくるステージとかこれ使えば楽じゃないですか。あー、確かにそうだね。でこれってミストでどこに行くんだっけ。コウモリはなんかこの上の方じゃなかったっすか。あれ、いや、この上は結局ミストの問題じゃないよね、いけない理由って。そうです、あれそうでしたっけ、左ですっけ。ここのデーモン倒した時のとこ、あのレッサーデーモン倒したとこ。それはあの先行けませんでしたもんね、レッサーデーモン。全く記憶にないんだけど、誰それ。倒したじゃないですか、レッサーデーモン。この先で、ね、バットメン出してきた、うん、割とさっきですよ。本当、もう忘れ始めてるね。やりながら忘れてしまう。こっちってことだよね。お、いいんじゃない、ここいいんじゃない、行け。おお、すげえ。左
綺麗。もうずっとこれでいいでしょ。何ゲーかわかんねえぐらい。一気にゲームバランス変わったら。スタンド能力に目覚めちゃった。え、こっち？これの左側ってこと？餌でもいた部屋ってこの下じゃなかったっすか。そうか。アーマードの見事これから強えな。今のところ最強キャラだよ。うん。うざさがね、半端ない。こっから行って。ああ、そうだったね。こんなんあったやつよね、なんか。ああ、そこか。そうね、ここ乗り越える。ジャンプしてる。オッケー。ナイス。出たー。おー。ソロパッド。とうとう。とうとう取りましたね。これでどこまでも飛んでいける。あのトゲトゲもいけるし、マップも埋められる。MP を消費するんじゃない？MT もうカラッカっすよ。本当だ。霧になれない。霧になれない。あ、回復。よかった。回復するんですね、時間経過で。済んだかと思った。ああ、もう。ああ。落ち着きましょう。落ち着きましょう。MP の回復はな、時間だもんな。ようやくこっからが本番ですってよ。そうだね。悪魔城、まあ探索はここから進んでいく感じだよね。最後に時計取りましょう。あそこ行ってみる。うん、戻るのだるいな、ね、そういうゲームだったじゃん。ファストトラベル欲しい。いやー、そう、ファストトラベルは一応あるんだけど、やっぱり少ないのね、うん、あのあれだよ、ゲート移動するじゃん。あれ、中村さん、MP がないのか。うん、あれは使えない。例のあれが。もうね、全然こっちよ。こうなったらもう、こうなったらもうこっちよ、そりゃ。つい光らせるのが一番よ。アーマードの色とかつえ。うざいよ。アーマーパージするんだよな。ああ、よかった。上の妖精ちゃんを取っとくってのは、妖精ちゃんって何ですか？え？妖精ちゃんって何？そんなのがいいの？上？覚えてねえなぁ。上の妖精ちゃんって何？言っていいの？これ、さっきの場所ってこと？さっきの場所ってことですよ。コメントワンテンポ遅れるんで。さっきの場所は、でも、もう全部行ったと思う。使い魔か、使い魔。左上で、使い魔の妖精が出る。うん、その上って何だ？あの本のところで。あ、さっきのところで。ああ、本で行けなかったところか。なるほどね。覚えてますよ、本で行けなかったところって。この上、もうすぐそばの。この上か。やってみる？行きましょうな。まあ、あれがあるからな。これでもさ、時間の止め方がピンとこないんだけど、なんか止まんないやついるし。妖精に興味津々ですよ、俺は。これ多分コウモリ飛んでいくんだと思いますよ。そう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 。ああ、そういうことか。多分時計関係ないです。おお、これ来た来た来た、これ。おお。さっき一番最初の頃に見たのトゲトゲのところも行ける。ああ、そうね。どうしよう、これ。妖精のもと。妖精のもと。銀爪妖精かな。お前来られないんだよ、それ。妖精のもとはどうするんだ。もう持ってんのか。自動発動ですか、うん、じゃあこっちの扱いか。なんか作るんじゃないですか。違うな。敵の名前がわかる。これか。妖精を召喚する。はい。お、うん、なんか可愛いの来た。思いのほかエッチな妖精。思いのほかエッチな妖精。みたいなロングブーツみたいな感じ。ダンバイン寄りの妖精でした。見事でどうなるなって言われちゃう。これダメ、妖精のシーラヘキルさんらしいぞ。ああ、そうなんだ。へえ。そうなんだ。動かないと喋るらしい。え、マジで？喋らせよう。椅子座ってると肩止まったりするのかな、これも。
あと回復してくれるらしい。なるほど。肩止まるにはでかくないですか。確かに確かにちょっとでかいな。トグル兄弟みたいになりますよこれ肩止まる。兄じゃあったらな。喋んなくない。喋んないね。いっぺん引っ込めて、いっぺん引っ込めて、あ、なんか、いっぱいしまって出す。なんかもう、ここで動いちゃダメみたいな。ほうほう。あ、喋った。頑張りましょう。音楽止まるんだ、一瞬。頑張りましょう。どうしてもヘキルさんを聞かせたかったんで。うん。頑張りましょう、言われるわけや。この妖精は、戦闘には参加してないんだな。回復してくれるって言ってよ。サポートが入るじゃないですか。めっちゃ便利じゃないですか。上から下に降りるとき大胆なポーズするの。これはエロいわ。作った人の何か、ねじ曲がった何かを感じる。伊賀の何か。ほら、間違いなく大股開きで押してくんで、これ。あ、本当だ。ね、本当だ。伊賀らしさん。伊賀らしさん、どういうことですか、伊賀らしさん。何かを感じざるを得ないよね。うん。妖精にドキドキした世代ですよ。なるほど、高いとこから飛び降りればいいよね、つまり俺は、うん、こういうところからこう飛び降りるとこうなるってことね。大股開きですやん。なるほど、時計のとこか、うん、雨になってる。あれさっき雨降ってなかったよね。降ってなかったような気がするね。うん、雨降り出しました。なるほど、ストーリー経過でこんなってことだね。あれが変わるんですかね、うん。すげえな、このゲーム。さて、ここじゃなくて、触手は来ないのってなんか違うこと思ってるやつゲームね。触手さっき地面から生えてたじゃん。うん、回復させてくれるやつね。うん、俺に毒液を浴びせかけて回復させるやつは。確かにこれ妖精ちょっと見てるとたまに上から大股開けで飛び降りてくるのがちょっとシュールで面白い。なんかもう作った方の何かを感じざるを得ないね。貴重なエッチを供給してくれてる。これあれじゃね、その今ちょっと上の長い通路の黒いところ埋められるんじゃね。こう思う。ああそういうことか。行ってみよう。マップ2つ。ここ右に行けるって話ですね。右から行くの？ああ。S 字のところから行けるって。あのこの S 字結晶みたいなところから行ける。そっちの方がいいですか。まあ、マップ上は後でやるか。とりあえず行ってみよう。シュ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 、もう。あれ、なんかあれですね。妖精いるだけでだいぶ心温まりますね。味方のいないゲームは。マリア味方してくんないからね。ちょいちょい出てきて嫌味を嫌味を嫌味を何こいつデビル直球な、弱っ。いやーホーリーロッドですから。一回もこっち見なかった。やっぱホーリーロッドなんだよな。俺はコウモリで飛べば超楽なんじゃないですか。 MP だ。あ、 MP ですか。そうだからコウモリなんか攻撃みたいに見えなかったっけ。うん、攻撃ない。なんか、うん、多分当たると溶けるかなんかになっちゃうと思うけど。なんだなんだ。ゴーストが来るっすね、たまにあれ。お金めっちゃくれるね。ね。あ、コウモリコマンド技で攻撃出せるんですって。コマンド技。バッドス、なんスマッシュだっけ、なんかあった気がするんだよな。もうあんまはっきり覚えてねえわ。なんか偉い、偉いお祭り騒ぎなんだけど、これどういうことよ。まあ、ブーメラン骸骨がすげえ強いんですよ。ちょ、ほんと、ほんとお前。ほんとお前、ちょっと待って、そこじっとしてろお前。ブーメランの間を縫うの厄介だな。裏からも来るから。こいつ近づくとなんか急にリクリクごめんなさいみたいな。みたいな。これどこでや。大森の攻撃はアイテムが必要なんですって。あ、取らないとダメだ。アイテムか。いや特攻だな。もう相手の攻撃食らわないな。あのガリアンみたいなやつに殴られないよ。ガリアン。
バリアンソードの話で盛り上がったんだよな、重大美少女。ジャバラ剣。重大美少女盛り上がったかもね。ガリアンソードに反応するのおかしいだろっていうね。ガリアンソードの元祖はガリアンソードだって知ってました？ガリアンってついてるからな。つまりあのブリーチで出てきたアバライレンジの剣はガリアンが元なんですよ。違うよ。まあ、そういうことだよね。いやいや、本当にそうなんですけど、あの形の剣は。発祥はガリアンらしいよ。うん。ザビマルですよ。ザビマルはね。つまり、実質アバライレンジはガリアンってこと。なんでや。ガリアンってことになる。ガリアンって呼べばいいの。実質ガリアン。ガリアンってあれなんだっけ、あの、そうなんとかだっけ、高校なんとかみたいな。ね、非公開ガリアンですよ。非公開、非公開ガリアン、タイトルは。あ、もう。おお。ハンマー。ハンマー。何ハンマー。あーなるほど。あーなるほど、ね。あー、回復すんだ、これ。自分では使えないってところは妖精がやってくれるってことじゃない？どういうことかな。でも消耗品だからね。なんかあんなことまでさせて取らせるようなものじゃないよ。あれ、この上はなんかある？ないか。コウモリで飛べますからね。なんかあるから、これ。ね、なんかあるのこれ。なんもなそうですけどね。エッチな銅像あるかだけど。全部そう見えてんだよ。もう自粛期間で空いちゃったのになんかチキン狂いになってて。色狂いになってて。いや、男たるものいつまでもエッチを求めてた。なんだこれ。力の薬。いきなりドラクエっぽいアイテム出た。時を止めた。時を止めた。そして時が動き出す。はい、どうぞ。これさ、まあ上タブでもいいけど。ああ、そうね。さて、成長か。そろそろか。そろそろ。そろそろな。この上の道じゃないっけ。うん。ガリアの主人公の名前ってジョジョって言うんだ。はあ、そう。あ、そうだった。意外なリンク。リンクはしてなのかな。リンクはしてねえ。リンクしてしまった。つながってしまったか。意外なつながりを見つけてしまった。できた。飲み男は飛び待ちをすれば楽勝。うん、よし、来たぞ。来た来た来た。あ、なんだなんだなんだ、今動いたっすよね。隠し通路が。あ、いけるか、普通に。なんだこれ。おお。アルカート、あ、これなんか、片身の盾じゃない。最強の盾と言われてはいるけどってやつ。バランスブレイカーって聞いたっすよ、なんだこれ。バランスこれとシールドなんちゃら一緒に使うとどうなるんですか。あ、シールドを二刀流するってこと。え、嘘。これで、あれシールドロッド？シールドロッド、何があるの？あ、これ偽物？偽物っつってたね、さっき。偽物だ。あ、偽物これ。あ、アルカートになってる。なるほどね。しょうもないことすんなよ。なんだこれ。何のために用意したアイテムだよ、これ。エクスカリパー的なやつだ。そうだ。しかも、こっちに夢中でもう一個何取ったかよく覚えてないし。ねえ。何取ったんですか？わからん。あといいだだだ、もう全部偽物や。何のために来たんだよ、ここ。これ、使い物にならんのか、これ。あ、運上がるんですって。あ、ラックが上がるんだ。ラック上がるから、ドロップ狙いでつけとくのいいんじゃないですか。え、上がんねえよ。上がんねえな。上がんねえな、ラック。どういうこと？嘘テク？今の。うん、やられた。わざっぷやめろよ、わざっぷ。全部つけるか。意識装備で上がるって。へぇ。マジ？どんくらい上がるの？いや、上がんない。アイアンシールドになってる、アイアンシールドになってる。あ、ほんとだ。おぉ。おぉ、40。めっちゃ上がる。おぉ。めっちゃ上がるじゃないですか、ラック。あ、しかも早いじゃん、フリー。うん。これ、もうずっとこれでよくないですか、ドロップ狙いなら。まあ、ドロップ狙いならね。ラック40の状態で最強武器狙いましょう
まだ最強武器のやつのとこまで到達してないと思うよ。どうしない。そうか。じゃあこれでもう逆にあれだな。次回までの間に俺が一人でいろんなのと戦っとけってことだな。ドロップ狙って。ストーリーは進めないでアイテム回収だけお願いしますみたいな。ひたすらドロップ狙う。バイトちゃんじゃねえか。あれ、長くすみません。あの、真ん中コウモリ行けますって。あ、上か。さっきのところ。うん、真ん中の穴に登れって言われました。はい、もう俺ラジコンじゃん。すげえなこの番組。もうコメントに全て全てを、ね、そう全てを委ねてやってるから。長坂ラジコンみたいな。俺ラジコンだよねもうこれ。おお、はいはいはい。まあ、得をすることは得をする分にはいいですからね。まあね。まあ、ねゲームやる分には。うん。助かってますよ。ハンマーだ、ハンマー。ポーション、ハンマー。まあ、全部、あれか。うん。消耗品だね。うん。そうだね。あと、あの、妖精さんが使ってくれるやつ。ヘキルがね。ヘッキーさんが使ってくれる。うん。おなんだこれ。あ、これは大事な装備だ。大事な装備だ。どんな効果？ハイジャンプ来た。ハイジャンプ。これ大事なんですよ。マジでか。いやー、これなんか一気にいろいろ取るね。一気にゲームが進む。あ、中盤っぽいよね。うん。あ？え？いや、このマジ大、ここでジャンプ試してみたら真ん中で。もう。めっちゃ飛ぶ。めっちゃ飛びますやん。これもうちょっとゲームやっていい？いや、いいっすけど。ちょっとやりたいことあるから。はい、真ん中の時計だけまともなのってなんかあるんですかあれ？壊れてないのって。なんかないですか？なんもなさそう。ないね。なんもないですかね。まあ、なんか意味はあるのかもしれないけど。このハイジャンプって空中でさらに繋がるんですか？永遠上に行けるじゃん。二段ジャンプできると思うよ。マジか。あ、そうだ。あれだ。思い出した。あのさ。あのジジイのケツ掘る。あ、そうそうそう。それをやろうと思って。うん。それをやろうと思ってたんですよ。ジジイのケツが掘りたかったのか。そうそう。ジジイのケツを掘りたかった。あれ長谷さん、ステータス画面のアルカと名前変わったんですよ。アルカトになってる。ああ、名前かいじられてんだ。しょうもな。しょうもねー。しょうもな。あれハイジャンプが出ないんだけど。あれオフにしたこれ。オンになってますね。あれ？下ため上だから使いづらいんですかね、うん。天井にぶつかると浮き身みたいなモーション。そう。でこっちをここ行きたかったからここだけ行かせて。ジジイの場所って覚えてます？そもそも。ジジイの場所はチケットで買えればいいじゃん。あ、そうか。うん。あそこチケットで。中村もとジジイのケツに夢中だからな。そう。あ、これジジイのケツを掘るといいことがあるらしいって聞いた気がする。あ、いいことあるよ。うん。ダメだ、これここ。ステーションに変わってるよ。いいの？ダメだ、ね。本当だ。あ、まあいいや。もう溶け使わないし。うん。リブーティー手に入んないとね、早く。塩欲しいですね。なんだこれ、テンション強くないですか？強いよ。上だな。くー。ラック40は。ずっと見てんだけど、今んとこ何もドロップしてないね。ねえ、本当にドロップ品が渋いっすけどね。ドロップでしか真ん中に乗るんじゃない？何かが起きたってことで、あの床が開いたのか。あ、多分そう。二箇所あったよね。うん。この部屋のやつか。部屋はすっごい渋いって。そういや、さっきクレイモアとかドロップしましたよね。うん、してた。あれ強くないんだな。クレイモアとかはそうだね、そんな強い武器じゃないね。おアタックポーチ。あ、チケット。あ、帰るとおあつらえ向きじゃないですか。
これでもう伝わったから、ちょっと真ん中だけ見ていこうか。ああ、下水が開通したんだっけ。ああ、今のね。おぉ。うん。サハギンエリアに行けるっていうことか。サハギンいたな。うん、結構あそこは敵強いって話で、最初スルーしたんで。ね、一応これが来るのチェックを。そう。99でもあんまりドロップしないのか。きついな、このゲーム。マジで？そんなんでバルマンウェイ2個取んの？実際何パーなんですかね？近すぎるか。これ多分時間かかる。ここ長いぜ。うん、ここは行かない。じゃあちょっと。そうか、あの、ケツだけ本だけ決めるのか。そうそう。うん、本当にお前はジジイのケツに夢中だ。目がねえな、ジジイのケツに。言わしてやりますよ、あいつを。ブロギの枯れ線だ。ワクワクすんな。今からジジイがヒーヒー言うよ。うん、ジジイの地持ちのジジイのヘイヒーさせる。お楽しみに。歩いてる。たまには狼になってる。早く行けるかなと思ったんでしょ。そう。意外と感性がめんどくさい。こっち道こっちじゃないのかな。こっちだよね。この下かな。下に行ってからだよ。おお。かわいい。早い。スルーしてくる。うまい。ついに来ました。この奥？この奥だったかな？そう。慣れてきました。アルカート相当に慣れてきましたね。ジジイ、行くわ。今行く。ケツを掘るぞ。ん？何かが取れたっぽい。え、なんか取れたんですか今。天井にぶつかる。すいません。これさらに上に入れて上に入れてでずっと浮き続けることね。おってなった。何回やるんだっけ。コメントでない出てない。これ何回もやるんですか。嘘。これ何回も突き上げるんですよ、これ。下についちゃダメなんですって。空中で連続で浮き続けなきゃいけないんですって。かなり細かい操作が求められますよ。あ、うまい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 。あ、天井に貼り付けるのか。うまい。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだろう。16回？うわー、16回。じゃあカウントしますね。1、2、ちょっと待って。ああ、1、2、難しい。天井ぶち込んだ方がいいかもしれないね。1、ああ、ちょっと待って。難しい。MP が足りなくなるって。ああ、そうか。MP 使ってんのかこれ。16回はきつくないですか。なるほど、 MP 消費式だったのか。MP どうやって回復すればいいんですかね。自然回復以外って何なんだろう。敵殺すか。今までいっぱい拾ったポーションとか使えないんですかね。ああ、ポーションで回復もするか。確かに。うーん、椅子は穴によって16回って書いてある。椅子？さっきのあの椅子じゃない？ジジが座ってる。だから天井ぶち当てちゃダメってこと？あ、そういうこと？椅子を16回浮かせればいいってだけ？ってことなのかな。あー、着地ギリギリで16回連続浮かせっぱなしはダメですって。椅子が着地してから1回カウント。あー、そういうこと。浮かせて、下ろして、浮かせて、下ろしてで16回。天井にぶつけちゃダメって書いてある。えぇ、ー、なるほど。
そんな細かい操作持ってるじゃない。この最後の最後でそんな難易度の高いことを俺やらなきゃいけないの。そう、自分は着地せずに自治は必ず着地させるって。ふざけんな。そう、あーもう、うん、これでダメらしいですよ、もう2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2。あー惜しい惜しい惜しい。どうにかなっちまうよ。ハハ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 。めんどくさいの押し付けとく。ちなみにし PS4 立ち上げてねえよ俺。これそうね、じゃないと直美さんがどうにかなっちゃうから。何やってんすか。こうやってで目印にする、目印にしていく。そうそうそう、なるほど賢い。くそ気が散るんじゃないの。気が散る。これちょっと一旦呼吸整えましょう。一旦呼吸整えて、はい。なんかね、あのコメント欄のあのアクラ城に自信力、ね、こんなことを2万何千人が見てんの。見てますね。2万3000人見てますね。今日多いね。多分最高記録更新ですよ。はい、そうだね。安物パワーで。うん、今日の最高記録だと思います。2万3000人。ケツをガンガン持ち上げるだけの動画が。ちょっと待ってくださいね。今あのコメント欄の地震力のコメント読みますからね。ハイジャンプで飛び上がり地震地続き、地面に降りてしまう前に RB ボタンを押してコウモリに変身して溝の中へ。ジジイが完全に着したのを確認したコウモリの変身を RB ボタンを押して取ってハイジャンプ。この方法を繰り返せ。聞いちゃいね。取った。え、今16回やりました。やったんだと思う。すげえな。レアリング取れた、はい、コメント読む必要なかったわ。よし、これでドロップ率がめっちゃ上がる。上がる。すげえ。よし、ナイス。普通にカズリがペラペラ喋ってたら終わったぞ。逆にそれによって集中できたかもしれない。俺の声って集中力が上がるのか。そうそう、あれなのよ、要は、うん、ある種気を紛らわせながらやれるというかさ。なるほど、癒しのボイスなんですね。違うね。プレッシャーをさ、忘れることができるわけよ。他事考えながら、ね、もしかして男版の能登まみこかな、これは。違うね。カイ君、それは良くないね。強めに言われたね。そこは良くない。能登まみこに関しては俺たちちょっとうるさいからね。マミンコに関してはちょっと俺ら本当ダメだよ。マミンコって呼んでる。初めて聞いたんだけど、マミンコ。その辺は気をつけてもらわないとダメだね。ああ、そうか。やっぱノンツさんレベルの癒しはまだまだか。でも下の方が近いか、上の方が近いか。うん、セーブ。うん。上に行くわ。あ、そうか、エレベーターもんだ。エレベーターもあるし。さあ。雨やんだ。本当だ。俺の心と一緒だ。いやーでも今日進んだな、楽しかったな。いや俺もまたこんな長えと思わなかったよ。そうです。大体ね、みんなそれを言ってくっていうか、まあ、桜井さんから聞いてないけど。そうだ、申し訳ない。大体てっぺんもあるんです。大体てっぺんぐらいにもう疲れたからやめようってなる。うん、そりゃそうだ。そうですね、4時間もやってれば十分だろ。日付変わったらやめるんす。もうここでおしまいでいいんじゃないですかね。そうですね。すっげえ切りが良かったですね。俺の顔の位置が。ということでね。最後だし、安本さんめちゃめちゃでかくしておきましょう。なんでだよ。最後だし。ゲストに来てくれてサービスで。あと、あれだね。岡さんすごいね。似てるな。
ありがとうございます。いいっしょ。似てるな。いやもう今中村もすげえ似てると思ったけど。じゃああれだからね、今はもうあの出たらブクちゃんが顔描いてくれるよっていうことしかセールスポイントがないからさ。こっちも困ってんのよ。いいのかそれで。そう。カズタ君はただのなんかアダルトグッズみたいな顔してるけど。いやいや似てるで。いやそれ言ったらナボソン首ねえから確かに、ね、乗っかってねなんならこう梶田中村とちょっとディフォルメの系統違いますからね。そう確かに俺はなんかリアルガンダムみたいになってもんな、ね、中村スーパーロボットみたいなもんだけど確かに今日ね、そう、ブクちゃんにまたいろいろ無理言って新しいのを書いてもらったから今後のねこの配信用の素材が増えてんだよね。あ、そっか。他にもいろいろ書いてもらいましたもんね。そうそうそう。ね、今日は使わなかったけど。大きく使わないじゃないかい。どこまでの解像度に耐えるか試してる。スーファミのゲームの敵とかでこういうのいたよね。拡大縮小機能を利用して近い拡大縮小機能で戦ってくるやつみたいな。ゴエモンの。ノートの先生みたいになってるからやめろ。ゴエモンの様子みたいな。の先生。ノートレじゃねえんだよ。すごいすごい。いい感じよね。目力すごい。すげえ面白いな、これ。うん。ゲスト、安本ってね。あの次、桜井さんたちが来たときは必ず3をつけるんだぞ。あなるほどね。なるほど、なるほど。本当ですよ。ゲスト、桜井だけはダメだぞ。ちゃんと3をつける。いやあの時はまだね、何にも俺らも技術がなかったんでね。なかったんですよ、本当に。今度来てもらうときにあの、ちゃんとこういうふうにいじるから。そうね。画像でいじっていくから。画像でいじる。いやあ、ほんとだ、12時超えてた。おどうやって終わんだよ。終わる。あおさん、はい、最後のやつ、最後のやつ忘れないで、YouTuber でしょ？なんだっけ？そう。なんだっけじゃないですよ。なんか、グッドボタン押せよとか言うんでしょ？そうです。チャンネル？チャンネル登録と、Twitter のフォローと、あとグッド？それは俺言ったことある？そんなの。いや、一緒なんで役割分担してるの？なんでそこで、なんでそこで照れちゃうみたいなの入るの？いや、言ってたっけ？俺が、ね、いつも言ってますね。はい。高評価よろしくねって。俺はいつも、ね。そうそう、書いちゃうんだよ、これだから。そうだそうだ。そうです、そうです。はい。もう一回最初から、もう一回最初から。もう一回最初から。なんだっけ？チャンネル登録と、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。高評価もよろしくね！はい。今のでカット、今のでカットアウトで切るわけだね。はい、オッケーっていうところでね。もう終わり方がね、困るんですよね。ということでね、ゲストフォーマット作っとけよ。フォーマットはないんです。はい、安本さんもね、ありがとうございました。長い時間、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、懲りずにね、また出てください。そうね、絵も描いてもらったしね。はい。この画像置いとくんで。よろしくお願いします、うん。一緒に遊んでくれる人が誰も見つかんなかったらまた連絡しな。連絡しあの、あと、他にもこういうゲストさん込みで、ブクちゃんもいつもいてくれるから、3人以上で遊べるゲームをもっと探しておきます。本当ですね。あれやろう、あれや、あれやったらいいじゃん。なんだっけ、プロジェクトウィンターとかやれば。ああ、残り、残り4人探してね。そうなんだよね。そうですね。中村に8人友達が多分いないんだよな。いるいるいる。あの、FF の、FF の固定やってるやつ呼ぶから。いやだからそれ全くの一般人でしょ。一人もがみがいる。二人あのもがみさんと桜井徹くんがいるから、ケンパ。ああなるほど。二人を呼んで、うん、なんとか、はい、埋めていきましょう人数を。はい、はいはい、ということでありがとうございました、はい、長々と見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。